パリオリンピックまで1年半、代表争いが本格化する2023年、戦いに勝ち抜くためにより早く、より強く、自らの限界を超えるチャレンジがここ大阪から始まります。ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ第42回大阪国際女子マラソン招待選手の入場です。マウリーン・チェプケモイ。今大会のメンバー中世界ランクトップ、ケニアの24歳マウリーン・チェプケモイ、2児の母でもあります。ヘブン・ハイル・デッセ。去年のロッテルダムマラソン優勝、エチオピアの24歳ヘブン・ハイル・デッセ。メセレット・ゴラシセ。去年は2時間20分台を2度マーク、エチオピアの25歳メセレット・ゴラシセ。安藤ゆか。6年前の名古屋で初マラソン日本最高記録をマークしたワコールの安藤ゆか。未だ超えられないあの日のタイム、あの日の自分を今日こそブレイクできるでしょうか。佐藤さやか。国内指折りのスピードランナー、積水化学の佐藤さやか。6位に終わった去年はレース後悔し涙に暮れました。大阪の借りは大阪で返す。静かに闘志を燃やしています。上杉真央。1年前積極的な走りで2位に転倒したスターズの上杉真央。失敗を恐れないチャレンジ精神で今年は優勝を狙います。山口遥。去年の北海道で MGC 出場権を獲得、進化し続ける最強の市民ランナー山口遥。池田千春。結婚を経て強さに磨きがかかった日立の池田千春。夫婦二人三脚でパリを目指します。アリス・ライト。ヨーロッパ選手権女子マラソンイギリス代表、28歳アリス・ライト。なお今回の入場セレモニーは大阪アスレチックスアカデミアの子どもたちが協力してくれています。筒井咲帆。さあ地元関西で念願の初マラソンです。ヤマダホールディングスの筒井咲帆、40キロ走13本、準備に抜かりはありません。吉川由美。32歳でのマラソン初挑戦、遅れてきたスーパールーキー、ユニクロ吉川由美。大きなインパクトを残したいとレース前力強く語りました。失敗を恐れず攻める、そして過去の自分を超える、ブレイクスルーを果たした先にパリのスタートラインが見えてきます。ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ奥村組スポーツスペシャル第42回大阪国際女子マラソン、今年10月に行われるパリオリンピック代表選考レース MGC への試金石となる重要な一戦です。さて大阪関西テレビのセンター放送席、今年はこのレジェンドお三方に解説をお願いします。まずはシドニーオリンピック金メダリストの高橋尚子さん、そしてマラソン日本歴代3位の記録を持ちの渋井陽子さん、そしてモスクワ世界選手権銅メダル福士加代子さんです。お三方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、はい、今年は渋井さんに加えて福士さんが隣にいるという、はい、いやもう華やかですよね。なんかどんな話をするのか今からも本当楽しみです、うん、ね、しゃべろうかなもう特に渋井さんと福士さんは自由にやっていただいて、はい、特にね福士さんは去年まで大阪のハーフを走ってらっしゃって、はい、これ大阪でも数々の思い出を作ってくださいました ね、はい、すごいね。マラソンでいろんな思い出ありますね。転んだりもしましたけど優勝もあったり、ね、散々でしたね。まあそんな福士さんが大阪初解説ということで、ぜひお楽しみにいただきたいと思います。さて来年8月のパリオリンピックの女子マラソン代表枠は3つです。でそのうちの2人が決まるというパリオリンピック代表選考レース MGC が今年の10月15日に行われます。そして今からご紹介する3人、いずれもこの MGC の出場権をすでに持っている選手なんですが、まず高橋さん、はい、ワコールの安藤由香選手、はい、どんなところに今日は注目しましょうか。はい、あの彼女は東京オリンピック1万メートル代表なんですけれども、今年1年だけでも5000とハーフマラソンで自己ベストを出してスピードに磨きをかけてきました。開会勢に臆することなく勝負に徹する、そんな走りに期待したいですね。あのチームメイトの、ね、福士さんはどんなことに期待します？ですね、あの日本人トップ取ったことあるんですけども、はい、全体の優勝っていう本当の優勝を見てみたいので、ぜひ勝ち取ってほしいですね。そうですね。
そして渋井さん、はい、積水化学の佐藤沙耶香選手も好調のようです。そうですね、昨年9月のベルリンで自己ベストをマークして、はい、今回も記者会見では自己ベ出したいと言っていたので、そっちの方も期待したいと思います。そうですね、頑張ってほしいです。そして福士さん、はい、去年2位に頑張ったスターツ上杉真央選手からも目が離せません ね、 ですね。去年が、ね、強気な走りだったんで、今回もすごいいいんじゃないかなと思うんで期待したいとですね。あと先頭に出たいって言ってたんで、それ見たいと思います。はい、今年は駆け引きがね、高橋さん、はい、本当に見てみたいという大阪になります。そうですね、日本人がそう先頭を切っている、そんな姿も見たいですね。はい、大阪からパリへとつながる 42.195 キロ、まもなくスタートの時を迎えます。スタートまで2分余りとなりました。スタートフィニッシュ地点のヤンマーフィールド長井です。冷たい風が吹き抜けていますが、上空から差し込む日差しにはぬくもりも感じられます。長井の放送席です。解説は2大会連続マラソンオリンピックメダリストの有森裕子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよそのスタートの時が近づいてきました。はい、選手の表情などもご覧になっていかがでしょうか。そうですね、記者会見でも非常に感じたんですけれども、はい、いい高い、うん、自分自身に臨む高さにこう緊張している感じですね。はい、いよいよそのテンションが高まってきている、はい、高まってきている感じ。でもなんかちょっとさっき表情見たんですけど、うん、少しほぐれてますね。あ、そうですか。はい、思った以上にほぐれてます。はい、柔らかさもあるというこのスタート地点です。なおこのレースはパリオリンピック代表選考会、10月に行われるマラソングランドチャンピオンシップ MGC の出場権もかかっています。どんなことを期待されますか。いや、もう一人でも、ね、多くMGC をゲットしてほしいですね。獲得してほしいと思います。はい、今22人決まっておりますので、まあ、30越してほしいですね。あ、人数が、ね、増えてと、はい、自分に絶対その可能性があると信じて走ってほしいと思います。マラソングランドチャンピオンシップ出場権を手にしている選手はチャレンジが求められるということになります。そしてこのレースは8月ハンガリーブダペストで行われる世界選手権の代表選考レースにもなっています。そして MGC のチケットを手にしていない選手にとっては是が非でも出場権をつかみたいという一戦になります。過去の自分を乗り越えたい、そして理想の自分に近づきたい、まだ見ぬ自分に出会いたい、さまざまな思いがあります。信じるのは自分自身、そしてこの道はパリへとつながっています。10秒前、オンヨマー、拍手とともに迎えられたこの号砲。第42回大阪国際女子マラソンスタートの時が今放たれました。来年のパリオリンピックへ、そして10月15日オリンピック代表選考レース MGC に向けて各ランナーが飛び出していきました。縦に長くなっているこの先頭集団です。ペースメーカーの後ろに日本人の有力ランナー招待選手が連なっていくという状況。安藤由加、そして上杉真央、この辺りも先団のグループに続いています。さあ有森さん、はい、まずこのスタートしていって期待するところどんなところでしょうか。そうですね、今回このフィールドの中で1キロを走るんですけれども、はい、今グループ1グループ2と分かれているんですが、まずは自分たちのペース作りを、ね、きちんとしてほしいなと、惑わされずに、はい、自分がどのペースでどういうふうに走るかということをまずこのグラウンドの中で確保する、それはとても大事なことだと思います。ペースメーカーが引っ張っていきますが、はい、その後ろに海外招待選手、そして日本人の招待選手安藤由加、この辺りでその日本人の中でいうと前、はい、そうですね、前に一応グループ1につこうとしているのが安藤選手、そして佐藤選手、そして上杉選手がグループ1で走るというふうに言っておりましたので、はい、今先頭行っている選手だと思いますけれども、ちょっと今海外の選手がでもちゃんと位置にいますね。はい、1番のチェプケモイ選手、その横にピタッと安藤由加、はい、この辺りその後ろに上杉佐藤もついていくという、少し縦に長くなっているという先頭集団にはなっています。はい、ここが3分20でいきますから大体。そうですね、はい、設定とすると招待選手をご紹介していきます。2時間20分台自己ベストに持っているこのチェプケモイ、デッセ、それから姿勢という強力海外勢の3人です。
2時間21分台自己ベスト安藤、それから22分台の佐藤、そして上杉が日本勢の有力ランナーということになっています。そしてアスリートビブス11番の筒井、さらには12番の吉川、この2人が初マラソンということになります。準招待選手です。アスリートビブス56番の出産を経て4年ぶりのマラソンとなります。かつてのマラソン日本代表前田彩里選手に有森さん注目ですね、はい、そうですね、日本の選手ってなかなか出産して出てくるっていう選手はまだまだ多くはないので、はい、そういった意味ではいろんな選手のこれからのいい、前例になると思いますので頑張ってほしいですね、はい、ママさんランナーとして MGC 出場なるかどうか、はい、そして大会独自の育成枠ネクストヒロインの選手大東優奈選手、名門天満屋のキャプテンでもあります。このヤンマーフィールド長井のトラックを3周して周回コースへと向かっていきます。現在の気象状況、気温が 7.5、はい、そして風速 2.4 メートル西からの風というこの長井での状況なんですが、このコンディションは有森さんいかがでしょうか。思ったよりいいですね。気温もいいですし、はい、気候もいいと思い、風もそんなにひどくないと思いますけれども、そして1キロ、はい、設定3分20秒ですが、はい、いいところで来て3分21人ですから、はい、3分20前後ということですね、はい、少し過ぎてますけれども、設定よりやや、遅れてはいるんですが3分22で始まったというところ、はい、この後、一般道にも出ていって風の影響などもあって、そのペースが果たしてどうなっていくのかというところでもありますが、今大会のペースメーカー、ご覧のペースメーカーということにもなっていますが、そうですね、ペースメーカーが今回30キロまで、来ますので、はい、とにかくペースメーカーにどれだけ信じてついていけるかということと、はい、その様子を見ながら自分のペースもきちんと確保していくっていう、そのやり取り の微妙なところはありますけれども、はい、ペースメーカー3人の後ろに1番のチェプケモイ、それから安藤、岩出玲也が続いて、それから佐藤さやか、上杉真央という、ですからマラソングランドチャンピオンシップの出場権を手にしていて、そして日本勢としては初優勝を目指していくというランナーが先頭集団についています、はい、そうですね、今回の招待選手皆さん海外の選手は17分では狙うという勢いもありますので、しっかりついていけばゲットできる選手多くなると思います。ですから自己ベスト2時間20分台の海外勢相手にどこまで迫っていけるかというところが注目、はい、特に安藤選手でいうとね、はい、6年前の自己ベストからなかなか乗り越えられていないというところですからね。そうですね、そこを追いかけてますから、はい、新谷選手を、ね、勢いに皆さん20分切りを目指してほしいと思います、はい、19分台出しました、はい、どうですかその安藤選手の力みの部分っていうところまで1キロ少し過ぎたところではあるんですが、いつもの力みよりはかなり、はい、ない感じですね。そうですか、はい、もっと力んでるかなとちょっと記者会見の時思ったんですが、非常にリラックスして先ほど笑顔も見えましたので、いい感じ出してると思いますね、はい、勢いもなしというこの安藤、はい、その横に岩出玲也が続いて、さらには佐藤、上杉、この辺りが続いていくということになりました。周回コースに入ってこの後一般道、さあ大阪の街並みにレースの舞台は移っていくという形になっています。さあヤンマーフィールド長井を出たランナーたちはこの長井公園を一周余りして一般道に出ていきます、このところの寒波も幾分マシになって今日は冬の柔らかい日差しに包まれているんですが、ただ高橋さん、はい、競技場の旗を見ているとちょっと風が強そうですね。そうですね、ただ予想は4メートルぐらいということに対して2メートルなので、はい、みんな良かったなというふうに思うのと、ペースメーカーがいますから風よくにもなるんで、はい、うまく位置取りを取って走ってほしいなと思います。これは高速タイムも期待できそうな今日の流れになりそうです。ご覧のように長井公園を1周余りします。先頭グループは7人、その中に海外招待選手3人、そして日本の有力選手安藤優香、上杉真央、佐藤沙耶香、そして岩出玲也の姿もあります。非常に冷静な走りをしているなというふうには思いますね。というのはこの体型が自然にできたものではなくて、安藤さんはこのペースメーカーの真後ろぐらいが走りやすい、佐藤さんは囲まれたくないのでちょっと離れたところ、上杉さんは一番隠れた目立たないところを走りたいっておっしゃってたんですが、しっかりその位置取りを取れているってことあたりは非常に冷静な走りができていると思います。例えば渋井さんなんかは自分はどの位置取りが一番走りやすかったですか。私ガンガン行くタイプだったので、全然誰にも邪魔されないところで走りたいなっていう。やっ
ぱりそういった自分の得意な場所ってあるんですよね。ありますね。割と私中央走りたいタイプなので、はい、中央寄り に走ってました。ええって言ってる福さん、意外だなと思って。私なんか渋井さんは端が好きなんかなと思ってたんで。端はなんかいろいろ溝があったりとかが嫌なんで、結構真ん中走ります。早くもランナーの皆さんのですね、レジェンドの皆さんのこういろんなトークが楽しみなんですが、さあ間もなく3キロを迎えるというところになっています。すでに2キロは通過しています。さあ先ほど1キロから2キロのタイムが出ました。3分20です高橋さん、はい、あのペースメーカーが、ね、非常に上手に引っ張ってくれていますね。あの安心してつけるっていうのは後半の力の余力にも変わってくるので、はい、あの選手にとっては非常にいいペースメーカーだと思います。ということで第42回大阪国際女子マラソン、まずは順調なペースでレースが滑り出しています。ランナーたちは長井公園の周回道路を間もなく走り終えて一般道へ。レースの舞台はこれから大阪の市街地へと移っていきます。光の春の今日の大阪です。さあ先頭グループは依然として7人の集団です。
ご覧の今は日陰になっていますが、先頭グループは安藤由香、佐藤沙耶香、上杉真央、そして岩手玲也、外国人招待選手も3人ついています。チェプケボイ、それからデッセ、シセ、この3人もついているという形になっています。さて、先ほど3キロを通過しました。この1キロを3分17というペースで、少しペースが高さ上がりましたね。はい、そうですね。ただ風向きとかもありますから、もうリズムが同じであればそのタイムにこだわらなくてもいいのかなと思います。まあ、風向きによってペースをコントロールしていくという、今回のレースということになります。さて、今回はご覧のように今風速をご覧いただいていますが、気温が 5.4 度、そして風が 5.3 メートルとややちょっとやはり向かい風に今なっているのかなという印象もありますが、さて今回は12年ぶりにコース変更がされました。では生まれ変わった大阪の 42.195 キロ、ご紹介しましょう。12年ぶりに生まれ変わった大阪の 42.195 キロ、ヤンマーフィールド長居をスタートしたランナーたちは大阪の街を北上。15キロの関門を過ぎると高層ビル群を駆け抜け大阪城へ、20キロを過ぎ長堀通りに入ると高低差およそ18メートルのアップダウンが待ち受けます。下り坂でスピードアップしたランナーたちは大阪のメインストリート御堂筋を北上し、再び大阪城へ。30キロでペースメーカーが離脱し上り坂を越えると、いよいよレースはクライマックスを迎えます。10月のオリンピック代表選考レース MGC で勝つために、この大阪でパリに近づく走りを見せるのはどのランナーでしょうか。ということで、折り返しがなくなって中間点過ぎからおよそ1キロの下り坂ができました。渋井さん、このコース印象どうでしょうか。そうですね、特にあれですけど、折り返しがないっていうのはストレスがないのかなっていう、なるほど、そうですね。さて、今沿道をご覧いただいて分かる通りですね、今大会に出場している全ての選手の名前が入った上りが用意されています。これを手に持って応援しているのは選手の家族やボランティアスタッフです。大阪国際女子マラソンは厳しい参加資格を乗り越えた一般競技者をスーパー一般ランナーと称して、すべての選手を応援します。さあ、ご覧のように少し日が差してきました。福士さんは去年までこの大阪を走っていて、新しいコースの印象というのはどうでしょう。新しいコースは折り返しがないんでいいなと思いました。そうですか、はい、大阪城、しかも今年は2回走るというね。そうですね、あと20キロのところにちょっと上り下りがあるので、私あんまりコースを覚えない方だったんで、あ、いいポイントになるなみたいな、20でこれ来て30でこれ来てみたいな感じになるので、目印がある方がいいということなんですね。そうですね、あとなんかそこで流れが自分で良くても悪くても変えれるかなっていう、いい意味でいいかなと思います。選手の皆さんもやっぱり20キロのあの坂っていうのは一つ第一関門と捉えているみたいですね。ただ淡々と走るよりかは、上りで力強さ、下りで軽やかさっていうようなリズムを走りで作っていくことによって、リズムもやっぱり走りの中で出てくるので、そうやって味方にしてもらいたいですね。そうですね。さあ、先頭グループは間もなく5キロ関門を迎えます。1号車石田アナウンサー、お願いします。さあ、選手たちは長居公園の周回道路からいよいよ大阪の一般道へと飛び出していきます。1号車からは今年の主役となりそうな先頭集団の走りを、アテネオリンピック金メダリスト、女子マラソン日本記録保持者の野口みずきさんとともにお送りしてまいります。野口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ今年はパリオリンピックの代表選考 MGC が秋に控えているという中ですから、非常に注目度も高いですね。はい、そうですね、白熱した戦いがもう間近で見られて、私も興奮しています。さあ、3キロから4キロが3分20秒ということで、今年も2時間19分台も狙えそうなハイペースで推移しているんですが、この後最初の5キロのチェックポイントを迎えるということになります。さあ、どのくらいで入っていくのか、非常にここまでを見ていきますと順調な先頭集団の立ち上がりという印象ですが、野口さん、いかがでしょう。ペースメーカーのランナーが本当にうまいこと引っ張ってくれてますよね。さあ、そのペースに乗りまして、そろそろ5キロに来ますね。5キロを通過していきます。5キロの通過が16分39秒という手元の時計の通過となりました。ですから、先頭を引っ張る第一ペースメーカーの想定ペースが1キロおよそ3分20秒前後、そして5キロが16分40ですから、想定通りと。はい、
このリズムにうまいこと我慢してどれだけどこまでついていけるか、また外国人選手だからといってずっとつかない、ついたままで終わらないでほしいですね。その先頭集団を引っ張るのはペースメーカーは3人です。いずれもケニア人ランナー、チェロティッチ、そして日本の実業団 USE に所属しているニャボケ、さらにコモディ飯田所属のアキドルという3人が引っ張ります。その直後に安藤、さらには左の方には佐藤、後ろの方からは上杉という日本人ランナー、さらには岩出もこの集団についているということになっていますが、この後最初の給水も迎えていきます。そして気象コンディション沿道に出てからなんですが、野口さん、今日の気象はどんな風に感じますか？そうですね、最初は風がちょっと気になったんですが、予定よりは本当にそこまで強く吹いていないので、まあ、その辺はリラックスして集中して走れるのかなと思います。ちょっと安藤が今前の外国人ランナーと交差するような感じになりまして、給水最初取れなかったということになりました。佐藤は取らなかったのかどうか、日本人ランナー安藤とそれから佐藤が最初の給水ちょっと取れなかったという感じですね。佐藤選手は給水がちょっと苦手のようで、ちょっとねその辺がこの後響かなければいいなとは思いますが、まだ気温は低いので落ち着いて走ってほしいと思います。それぞれ給水のスペシャルテーブルはアスリートビブスのナンバー順ということで、安藤選手は4番テーブルというところだったんですが、ちょっと前の外国人選手が 1,2,3 番、その時にペースダウンしたところでいやいや安藤選手のリズムが崩れたというような感じがありましたかね。そうですね、給水ってね本当に取れなかったらちょっとストレスになるんですよね。私も、はい、この大阪国際女子マラソンで一度取れないことがあって、ちょっと舌打ちをしてしまったり、精神的にねストレスがかかってしまったりもするので、この辺は、まあ、最初の方なので、慌てることなく、他にも水だったりスポンジだったりあると思うので、そこをうまく使って、はい、冷静に走ってほしいと思います。ですからペースだけではなく、こういった給水の駆け引きも重要になりそうな今日の一戦ということになります。さあ今年も序盤からハイペースで記録への期待も高まっています。秋の MGC、 そしてパリを目指して飛躍を誓うランナーたちが今日の大阪でどんな挑戦を見せるんでしょうか。
大阪の新旧のシンボルタワー、あべのハルカスと通天閣。通天閣は現在が2代目。初代の通天閣は凱旋門の上にエッフェル塔を乗せるという斬新なフォルムで話題を集めました。花の都パリを意識したデザインとなったわけですが、さあそのパリを意識するという意味ではこちらのランナーたちも一緒です。先ほど5キロから6キロを3分15とまたもやペースを上げました先頭グループ。このペースでいきますと日本人国内最高を狙えるようなペースで高橋さん推移しているという流れになっていますね。楽しみですね。そして安藤選手、佐藤選手、上杉選手はここまで怪我なく全ての練習を順調に積んできたっていうぐらい自信を持って走っているので、まあ、そういったものも後押しになっていると思いますね。岩田さんはねシカゴのところで27キロで股関節が痛くなって棄権をしたんですけれども、はい、なんとかやっぱり自分を変えようとね積極的についているあたりはここで、ね、きっかけ掴んでほしいなと思います。まあ、このグループにいる日本人4人はいずれもパリオリンピック代表選考レース MGC のチケットをもう持っている選手たちですよね、はい、ですから渋井さんどういったこの走りをこの大阪で前哨戦として捉えるのかそのあたり注目ですよね。そうですね、はい、もう皆さん持っているので自分を出して積極的に走って自己ベストなり優勝なり全部狙ってほしいなと思います。はい、放送センター岡井さん、はい、どうぞ。異変あります。佐藤選手が今、はい、転倒のアクシデントに巻き込まれて、そして今少し足を痛そうにしながら大集団からかなり遅れるということになりました。これはだいぶ痛そうですね。そのシーンなんですが、野口さん、はい、佐藤選手と岩出選手がちょっと引っかかったんですね。足が引っかかってしまった影響で転倒し、ちょっと足どこか痛めてしまったかもしれませんね。現在先頭集団からもう100メートル近く遅れそうな格好になりまして、佐藤としてはちょっとやはり足を痛めたというような可能性が高い、そんな走りになってます。これ福士さん、福士さんもあの以前この転倒から巻き返した経験はありますけれど、そうなんですけどちょっと膝とか打ってるのであんまり走らない方がいいのはいいですけどね。ちょっとはい、ちょっと苦しい顔をしているので、ね、ちょっと心配ですよね。ちょっとそこら辺でねスタッフとのちょっと連携が取れればいいかな。はい、バイクリポート千葉さんお願いします。はい、佐藤選手ですが転んですぐに起き上がったんですが、しばらくは右足を負傷して、まあ、両方とも今血が出てきている状態なんですけれども、右足が痛そうでかなり右をかばっているのでちょっとやっぱりバランスが悪い走りですが、なんとか今立て直してきているところですね。だいぶ走りは良くなってきました。そうですか。もう一度その転倒したシーンですけれども、高橋さん、はい、ちょっとこれ距離が近くて交錯した感じでしょうかね。足がちょっと流れた足が岩出さんの足とこう重なってしまった部分があるんですけれども、特に佐藤さん前なので転ぶタイミングで準備ができなかったので体からというか足から行ってしまった部分が大きいとは思います、はい、やっぱり精神的な部分と足の痛みですよね。そこをしっかりこう自分と向き合いながら無理はしないでほしいと思います。 MGC のねもう資格は持っていますから、はい、そうか、よくやってないんでね、はい、しかも道路なんで本当痛いんですよこれマジで、でちょっと痛いけど、はい、ちょっと興奮してるのもあるんで行きたいっていう気持ち多分行くとは思うんですけど、はい、その後ちょっと自分のね体と相談して本当に決めてほしいなと思いますけど、ね、今情報が入ってきまして積水化学の野口監督が、走るのをやめさせたいというふうにコメントしているという情報が入ってきました、うん、ですからどこかでこうリタイアというところになるかもしれませんがね、うん、ただ高橋さんがおっしゃったように、はい、もう MGC の切符は持っていますから、ここからまたリトライで
名古屋だったりその次のレース、うん、東京もありますしね。そうですね、はい、せっかくあの今順調で練習も詰めてきたのでもったいないなっていう思いとここで頑張りたい、ベルリンでせっかくに自己ベストを出したその勢いをこの大阪につなげたいんだっていう思いはすごくこの走りからも感じるんですけれども、やはりこの先の MGC やパリっていうところを考えた時にはもう早く、ね、野口監督が佐藤さんの元に行ってもらいたいなっていう思いはあります。そうですね、まあ、去年は直前に足を怪我して6位に敗れてしまいました。で今回は非常にこの大会前は順調にいっていて、もう今年はリベンジするんですというふうに語っていた佐藤なんですが、序盤に大きなアクシデントがありました。またこう走りが復帰しているような感じも見えますが、渋井さん、もう練習が順調だっただけにもう本当に何も言えないですね。もうでも本当に無理はしないでほしいなと思います。ここまでで積み上げてきたものが大きいだけに非常にこう悔しい思いもあるでしょうけれどもね、早くも先頭グループとは90メートルの差になっています。20秒近く離されているという佐藤沙耶香です。確かに走り自体は、はい、あのおっしゃった通りかなり戻ってきたなと、最初はやはりかばうような形で左右にブレが大きかったんですけれども、そういった走りも元に戻ってはきているので、まあ、あの本人は痛みとちゃんと相談をしながら走ってはいるんだと思います。序盤でアクシデント、積水化学佐藤沙耶香選手が8キロ付近で転倒、そして第一集団から遅れているという現在の状態になっています。まだ単独走が続いているということですが、福士さん、はい、改めてこの佐藤選手の今のこの走り。そうですね、頑張らないでほしいな。逆にね、はい、ちょっと私もね、自分のことを思い出すかも、ね、自分と重ねてるよね。自分とちょっとね、走ったのがあって、そう、はい、こうやってみんな悲鳴みたいに上げてたんだね。ごめんね、心配させちゃってそうなのよ、本当にあの痛いんでね、あのちょっと興奮状態だったり、あの自分で多分判断しきれないと思うんで、多分誰かの感じは待ってるとは思いますけどね、はい、今それで情報が入ってきました。積水化学野口監督が10キロ地点で走るのをやめさせたいというところで、残りがまあ1キロということになりますが、はい、もう後に響かないような形で、はい、終えていただきいただいて、次にこう気持ちをやっぱり切り替えることの方が大切なのかなというふうには思います。ご覧のような苦しい表情、左足の膝頭、この辺りがちょっと痛々しい佐藤沙耶香姿になっています。10キロ地点でやめさせたい、ただ歯を食いしばってこう前を向いているね、この姿勢がこの大会にかけてきた思いでもあります。ベルリンでは自己ベストを更新して、この大阪で2大会連続の自己ベストをマークしたいという思いで臨んできました。先頭との差が徐々に開いて、今は100メートル、失礼しました、90メートルになっています。この最終的には、ね、3分この20ペースというのは彼女にとっては本当に楽に20キロ30キロまで行けるようなあのものだったので、決して、ね、あの走り方も見ても悪くはなかったと思うんですけどね、はい、孤独な戦いが続いていきますが、さあその前の先頭グループはどれぐらい離れているでしょうか。これを曲がりますと先頭との差が分かるんですが、ご覧のようにだいぶ遠く離れてますね、高橋さん。そうですね、こう追いついていく時のこう気持ちっていうのはどうですか、高橋さん。追いついていくのはなんか追いついていこうとは思うんですけど、ちょっと自分の足との関係もあるので、あの無理せずというか、そういうふうに考えながら、はい、多分行きたい気持ちはあると思います。自分でも行ってると思いますけど、はい、多分そこまで近づいてないっていうのは多分ちょっとおかしいのかなって思う気はするんで、多分自分でそれなりに今次でやめるとかは考えてると思いますけどね、はいはい、さあそして先頭グループが間もなく10キロ関門を迎えるというところで、1号車お願いします。はい、先頭集団は大阪環状線の一部今里筋を北上しているというところになります。佐藤と先頭集団のその差ですけれども、まあ、少しずつ佐藤選手詰めてきているのかなというくらいには見えるんですが、まあ、まだしかし大きくは縮まってないという。そうですね、ただ動き、それから表情などもあの落ち着いてきたので、これはでもあの野口監督の判断でどうなるかっていうのはちょっとありますよね、はい、そしてその佐藤の前方先頭グループです。岩出の方はこの第一集団に戻っていきまして、現在日本人選手が3人、外国人招待選手が3人という先頭に変わりました。まもなく10キロを迎えていきます。周りで、まあ、そういった転倒のアクシデントがあった際というのは、他の選手というのはどういう意識になるんでしょう。少し動揺するとは思いますが、あの、まあ、自分の走りに集中切り替えているとは思います。
その中で安藤選手それから上杉選手っていうのはいい位置でそのままリズムを刻んで走っているように思います。そしてこの5キロ以降、まあ、9キロまでの1キロごとのスプリットなんですけれどもいずれも3分10秒台後半ということで非常に速いペースを刻みながらまもなく10キロを迎えていきます。ご覧のような独特な光景が広がっている熊田の交差点、5方向の道路が交差して上空から見ると歩道橋も相まって独特の風景が広がっています。その中で今10キロを通過して32分56秒というペースになりました。まあ、ですから現在のところはサブ20 2時間19分台という非常に速いペースで進んでいる、はい、ですからこの5キロ結構速かったということになります。そしてその後方から佐藤が今10キロを通過していきましたが果たしてここでレースを勇気を持って中断するのかどうか。走ってますね、続けているので、まあ、監督も動きを見てそのまま行かせてもいいのかなと判断してるんですかね。ちょっとそのところ詳しいところ分かりませんが、でも離れそうになったり近づいたりっていうのがあってちょっと今また近づいてきてるのかなとも感じます。まあ、このあたり佐藤としては前をしっかりと見て、まあ、走り自体はどんどん良くなっているという状況ですが果たしてどうか。そして今日2度目の給水を迎えます。先ほど安藤選手1回目の給水取れなかったんですがちょっとまた、今内側に入ろうとしながら、ね、取りにくそうですね、かなりここはスピードダウンしながら取るのは取れました。はい、上杉選手も取れましたね。ただちょっとテーブルに近づくタイミングというのが難しそうにしている印象もありましたが、はい、なので給水ポイントっていうのが左側だったり右側って変わっているのでその辺を前もって多分分かってると思うんですよね。その度にちょっとストレスにはなるかもしれませんが取れなかった時のことを考えてしっかり前もってそのポイントになる前にちゃんと位置取りをしておかないといけないですね。さあ佐藤の方はしっかりと給水を取ってまた前を追いかけていくということで少しずつその差は広がって今現在先頭とは 100m 差ということになっています。動き自体は転んだすぐ後の動きよりは全然いいので、この後ねこのもう先頭集団も早いので、はい、まあ、少しずつ様子を見ながら詰めていってほしいと思います。そして先頭集団の方からは岩出が少し遅れ始めたということで現在20メートルくらいその差が広がり始めたというところですから佐藤岩出が先頭グループからこぼれていって日本人選手は安藤上杉の2人ということに早くも絞られつつありますが、この中で一番安藤選手がちょっと走り自体を見ていると余裕がある感じに見えますね。さあ先頭集団はここまでは2時間19分台も狙える速いペース、それぞれがチャレンジを繰り広げている今年の大阪国際女子マラソンです。
さて今年の国際大阪女子マラソンは序盤からレースが動いています。そして今画面の左側では次々とランナーたちが選手とすれ違っていますが、今日は2023大阪ハーフマラソンが奥村組の協賛により開催されています。大阪城公園をスタートし、およそ5000人の市民ランナーがヤンマーフィールド長居を目指して走っています。さて8キロあたりで佐藤沙耶香選手が転倒のアクシデント。ただ高橋さん、はい、佐藤選手のペース自体はそれほど落ちてないんですよ ね。実は先頭が3分20って結構速いペースでいっているので、ここ一気に追いつこうと思うと、より負担がかかるんですね、はい、なのでしっかり目で追って少しずつ少しずつ追い上げていくっていうのがやはり理想なんですけれども、はい、そういった冷静さっていうのをすごく持っていると思います、はい、今ねやっぱり転倒の影響だったのか岩出さんも遅れてきてしまいましたけれども、はい、ここで2人でねうまく刺激をし合って前を追っていくような形が組めるといいですね。先頭集団はフィニッシュ予測では2時間19分切り、つまり日本記録を狙うペースでいっている、はい、わけですからね。はい、なので落ちてくる選手も必ずいますから、今のように1人ずつ捉えていくような感じで上がっていくのがやはり理想。もうだから30キロぐらいをね頭に入れながら、計算して走っていくのがいいのかなと思いますね。両膝から出血している佐藤沙耶香選手です。ただ現状に先に復帰した岩出選手を捉えて今かわして先頭集団にまた戻ろうという意気込みを感じますが、福士さんこの走りいかがですか、ね、ちょっと元気になってきたんかもしれないですね。この後も後半に何も影響がなければいいですけど、影響が出たら出たでその時判断すればいいかなと思うんで、今自分の中でできるリズムでやってるんじゃないかなと思います。渋井さんはどうご覧になってますか。もうショックでちょっと本当に無理しないでと思いながら。転んだことないでしたっけ。転んだことないんですよそうか、上手だね走り君。転ばない場所で走りたいので。あ、そういうことね。失速することはよくあってもやっぱり周りで転ぶと周りの人もやっぱり緊張するんですけれども、しっかりとそういった足元を見ながらっていうように目が覚めた感じになるんですよね、はい、なので1号車についている皆さんとか第一のペースについているみんなは今逆にすごく覚醒したような感じで走っていると思います、はい、ただ先ほどまで90メートル先頭集団との差があった佐藤沙耶香選手が60メートルまで差を詰めてきました。すごいじゃん、はい、じゃあ沙耶香ちゃんも覚醒したかな、私の場合はちょっと緊張が取れたっていう時点はありましたけどね、はい、本当転んだ時になんかやっちまったなって思いましたけど、あとはもう丈夫で足が元気だったらいいなと思います、はい、さあ先頭集団は依然2時間19分を切るハイペース。しかし転倒した佐藤沙耶香がそれに食らいつきもう一度戻ろうとしています。さあ依然佐藤沙耶香の孤独な戦いが続いていますが、ただ先頭グループまもなく玉造り筋に入るというところでまたトップの差が70メートルと徐々にこう高さ蘇っている感のある、そうですね、佐藤選手の走り、はい、それはやっぱり今まで準備してきた、はい、徳之島でのアップダウンの練習であったりとかチューブを使ってまたドリルをしながらっていったそういった積み重ねがあるからこそやっぱりこうやって前に詰めていくような思いっていうのになれると思うんですよね、はい、しっかりできてきた準備ができたって証拠だと思います。この佐藤の視線の先70メートルには先頭集団がいます。
外国人招待選手3人を含んだまだ安藤、上杉がこの先頭集団に残っているという今ちょうど玉造り筋に入ってきました。今度は日差しを背に受けてこれから前を追っていくということになります。さあこのご覧の差ですけれども、先頭グループ安藤選手も今ちょうど集団の中央でレースを進めて、そしてそのすぐ後ろに上杉真央選手、ご覧の先頭グループということになっています。安藤選手もいいですね、うん、あと上杉さんがすごいいい場所で走ってる気がします。あ、ポジショニングがね、うん、上杉さんは20キロまでは人目がつかないようなテレビに一番映らないぐらいのところで走って、あの蓋を開けてみたらあれ残ってるっていう場所にいたいっていうふうに宣言してましたけど、まさにですよね、うん、一番上手に給水取ってる、ね、一番2回とも失敗していないのが上杉選手ということになりますもんね、うん、ぜひ30キロまでは寝てていてほしいですね。寝てて、あ、なるほど、何その寝てて30キロから目を覚ましてドーンって言ってほしいです。なるほど、それを渋い節で言うと寝ててってなるんですね。そうですね。なるほど、さあそういった寝ている走りができるかどうか上杉真央注目です。さて今回の大阪国際女子マラソンは次の各社のご協賛ご協力をいただいて大会を運営しています。堅実経営誠実施工を信条とした総合建設会社奥村組は今年も大阪国際女子マラソンに協賛しています。選手の皆さんが安心安全に競技に集中できるよう大会のサポートとボランティアに努め、大阪から世界に羽ばたく女性アスリートを応援いたします。ダイハツはオフィシャルカーとしてこの国すべての暮らしを乗せて、タント開け新時代アウトドア、タントファンクロス、キャンバスストライプス、キャンバスセオリーなど各種車両を提供、大会をサポートしています。記録計は第1回大会よりシチズン時計のご協力により正確な時間を表示しています。ランニングブランドホカは大会とともに走り続けるすべてのランナーを応援します。そして今大会も大阪府警セーフティーウィンズの先導白バイによってスムーズにレースが運営されています。ご紹介します。まずは左側、白坂真由巡査長、白バイ乗務歴は3年9ヶ月です。続いて沿道側、細見佳代巡査長、白バイ乗務歴2年4ヶ月ということです。なお大阪府警では特殊詐欺の被害防止と交通事故防止を呼びかけています。さあ間もなく先頭グループが15キロ関門なんですが、このままのペースでいきますと野口瑞希さんの持っている2時間19分をブレイクしていけるようなペースということになっているんですが、高橋さん、はい、速いペースですよね。すごく速いペースなんですけれども、こうやって走りを見てみても、はい、安藤さんはね、あの忍者走りと言われるような手をぶらっと下ろした、はい、本当にひたひたと走る非常に効率のいい走りなので、スタミナを後半に残すことができる、そんな走りになってますね。また上杉さんはダンスなんかをしながら体の使い方がとってもうまいので、はい、この腰高のフォームなんですけれども、上半身と下半身の連動が非常にうまく走れていると思います。さあ先ほどの10キロの関門では2時間19分を切るようなペースだったんですが、まもなく15キロ、果たしてどういうペースになっているか、それでは1号車お願いします。さあこの先頭集団は玉造り筋桃谷付近のアップダウンを乗り越えて、まもなく15キロを迎えようとしています。さあ野口さん、この大阪の中でも非常に高低差のあるアップダウンを今選手たちは乗り越えてきたわけなんですけれども、はい、この通りでの走りというのはいかがでしょうか。そうですね、あの非常に自分の、あの走りにピタッとはまってますよね。安藤選手は昨年に比べてスピードなど、例えば1キロのインターバルなどでも 1キロごとですね5秒上がっているということなので、非常にいい練習ができているんだろうなって、本当にその表れだと思っています。そしてここまで2度給水でちょっとタイミングが合わなかったり落としたりということがあった安藤なんですが、この3度目の給水は自ら集団の前に出てきて取り方を変えてきました。はい、あのまあ何度かそうやってちょっと失敗があったので、そこで、まあ、前半にあってよかったですよね。まあ、後半しっかりとあの持ち直してきたので、まあ、前半で失敗してるぐらいだったらこの時期だったら大丈夫だと思うので、はい、しっかりと集中してほしいと思います。こういった冷静さも持ち合わせている今回が8回目のマラソンという安藤由香です。さあそしてその後ろ佐藤ですけれども、ちょっと離れてきましたね。
ちょっとぐっと近づいた時に、はい、結構ペースが上がりすぎちゃったのかなと思います。はい、実は手元の時計で言いますと、はい、5キロから10キロまでの5キロは16分18秒くらいという非常に速くなったという、ちょっと焦っちゃったんですかね。その分ちょっとダメージが今ちょっとじわじわときているかもしれません。はい、さあ先頭は今15キロを過ぎていきました。49分30秒くらいというようなペースだったと思いますが、依然としてね、ですから、うん、2時間19分台をしっかりとマークできる、そんなペースで通過しました。はい、もうね、世界は2時間14分17分っていうのは当たり前なので、この20分を切るこのスピード感をしっかりと体感してほしいと思います。また最初はスタートあたりはちょっと風もあり、寒い感じはあったと思うんですけど、火を背中にして少し体もね温まってきて、ちょっと汗も出てき始めている頃なのかなと思います。動き自体もその温かさでいい動きになっていると思うので、はい、しっかりともう死に物狂いでもいいので外国人選手に食らいついてほしいと思います。佐藤選手は後方、先頭とは33秒の差がついています。現在160メートルくらいの差、マラソン新時代、世界のスピードについていくためにはこれをスタンダードにしなければいけないという日本の女子マラソンなわけですね。はい、また3年ぶりにね、こういう日本人選手よりも速いペースで走る選手が戻ってきたということで、またイメージしてほしいんですよね。世界陸上だったりオリンピックで走っているような感覚で、ぜひこの人たちに勝つんだという思いで食らいついてほしいと思います。まさにそのついていく、食らいついていく走りができている安藤由香、ペースメーカーの後ろ虎視眈々、まずは冷静な序盤3分の1の走り、そしてその後ろ上杉の方は逆に集団の一番後ろで全体を見るような感じで、こちらも去年とはまた一つ成長を遂げたような冷静な走りに見えますが、いやすごいですよね。もう本当に走るたびにどんどん自分のベストを更新していっている選手なので、昨年ちょっとねレースが続いたりとかして、私的にはちょっと疲労などないのかなと心配した時もあったんですけど、先日の都道府県の駅伝で、14区間などをしっかりとまとめ上げたので、本当にまた戻ってきたんだなって、しっかりと重要な大会に合わせてきてるなっていう感じはします。先々週行われました都道府県女子駅伝ではスピード練習をしていなかったそうなんですが、5区で6人抜きの区間賞ということで、何か調子も上げてこの大阪に挑んできている上杉でもあります。さあ先頭グループ日本人選手は2人、そして外国人選手チェプケモイ、デッセ、シセイ、この辺りもしっかりと先頭グループについています。そしてその後方ですが、160メートルくらい遅れまして佐藤が依然としてまだ走りを続けているのかというところ、先ほど通過した玉造の交差点に各チームの監督やコーチがいましたから、もしかすると野口監督もあの辺りに駆けつけたのかなという感じもあったんですが、そうですね、ちょっとこの離れ方など動きまたちょっと細かく見て野口監督判断するかもしれませんね。しかし佐藤は依然として走りを続けている。ただこの後ね、結構なアップダウンもあるので、その辺ちょっと転んだことによるダメージ、それから精神的なダメージ、無理にそのまま走ったことでこの中間点以降などの走りに影響してしまう恐れ、それからその後にも影響してしまう可能性もあるので、本人の気持ちが一番大事ですが、野口監督の判断っていうのもここはちゃんとしっかりと冷静に話してほしいなと思いますね。目標はあくまでパリオリンピックです。そしてその選考レース、マラソングランドチャンピオンシップが10月に控えている中で、そこにベストコンディションを持っていくために何が今必要なのか、このあたりを冷静に考えながら走りたい、その思いと戦って、この後あるいは勇気を持った決断が行われるのかもしれません。さあ先頭集団は間もなく大阪城を迎えるという玉造筋を北上しているこのメンバーです。さあ安藤選手、安藤選手は通称忍者走りとも呼ばれるようなリラックスしたフォームが特徴なんですが、この安藤選手の走りというのは野口さん、どのあたりが強みになるんでしょう。はい、アドバイザーしている福士さんはよく言ってますけど、彼女にとっては本当にリズムを取れる、理にかなった走りということで、なんか
少しきつくなった時は腕がちょっと大きく振れちゃうのかなと思うんですけど、見ていると全然あのいつものスタイルで落ち着いて余裕を持って走っているような感じがするので、このペースで余裕を持って走るってすごいと思いますので、そのままあのリラックスして走ってほしいなと思います。私とは結構、ね、全然正反対の走り方だなと思いますけどね。はい、あのピッチなどがこう縮まらなければいいですよね。そして15キロから16キロの1キロも3分17秒という非常に速いペース。そして佐藤もまだ腕を振りながら一生懸命前を追いかけている走りを続けています。どんどん離れていってしまってますよね。動きがちょっとリズムがさっきは良かったんですけど、やっぱり一気に上げた分ちょっとダメージが今来ているのかなと思います。さあ佐藤はこの後どんな判断を下すのか。先頭集団は間もなく1周目の大阪城へと近づいていっています。さあ先頭グループはこれから新コース、まず往路で大阪城公園内を 1.3 キロ走るというコースに入ってきました。依然として先頭グループはこちら、日本記録2時間19分12秒を脅かすかのようなペースでレースが進んでいます。非常に速いペース。その中に果敢にワコールの安藤由香、スターツの上杉真央について走っているというこの先頭グループです。そして転倒があった佐藤早也伽選手の姿が徐々に小さくなってきました。そしてペースメーカーも今1人遅れ始めました。オランダ佐藤早也伽選手、トップとの差が280m に広がっています。このペース、ただ高橋さん、前が相当速いペースで引っ張っていますもんね。そうなんですよね。日本記録を更新するようなペースなんですけれども、やっぱりこれは、はい、あの数日前にあのヒューストンマラソンで新谷仁美さんが2時間19分、もう本当に12秒にもうちょっとで、ね、迫る、はい、あと12秒足りないっていうところだったんですけれども、あのそれだけの速さで走ったことで、記者会見に選手に聞いてみてもすごく刺激をもらったと、ね、私たちも次につながっていくんだっていうような思いが、やはりこういった走りを堂々とできるような、あの力になっているんだと思うんですね。私も2時間20分を切った後に、やっぱり渋井さんがまた20分を切って、ね、あの野口さん切って、そうやってやっぱり盛り上がってくるんですよね。そうですね、あの
高橋尚子さん切れたんで自分もできるって思う、うん、てるので、そうなんだ私も思ったんだけどな、ちょっと乗り遅れましたちょっとこの辺りの生々しい会話がいいですね。だからみんなができるっていうふうに思ってね、あの力は必ずついてるんで、このペースに臆することなくもう突き通していってほしいなと思いますね。もしこのままいきますと国内レース初の日本人ランナーによる2時間20分切りという、いやこれが見えてくるような十分なペース。さあ新市議の橋を渡って選手の目の前には大阪城が見えてきます。またこの大阪城に勇気をもらう走りになるわけです。さあ、はい、もうね、ちょっとしたあの段差とかそういうのでちょっと気を抜いたら離れそうになるんで、気をつけてね上杉ちゃん、はい、という少し離れてきましたかね。1メートルのこの距離がちょっと命取りになったりするんですよね。少しこれご指摘ありましたが上杉選手遅れ始めましたか。それでも前のペースはどうなのか、変わらないのか。安藤優香選手は依然としてこの集団の中についているんですが、もう 2,3 メートルほど上杉真央選手ナンバーカード6番、少しこの表情どうでしょうね、はい、確かに辛い局面に来ていると思います。ただあの去年も大阪で同じようなパターンで何度も何度も突き返した、はい、あの上杉さんですし、またあの後半も一人でずっと最後まで行き切った彼女なので、はい、まだまだ粘れると思います。高橋さんがおっしゃっている間に上杉選手また差を詰めました。偉いねこういうのできるの。はい、それ普通なのか、みんなから福士さんの中お茶の間にいるような感想が聞こえました。さあということでランナーたちはこの新コース、この大阪城を抜けるとすぐに20キロ関門、そして中間点を迎えます。レースはこれからいよいよ前半のクライマックスを迎えます。戦国時代最後の合戦の舞台を上空から捉えています。大阪城天守を中心とした本丸、それを取り囲む内堀と外堀。400年余り前、幕府軍豊臣軍による激しい攻防がこの地で繰り広げられました。もう今はすっかり市民の憩いの場となったこのエリアをランナーたちが駆け抜けていきます。まもなく一般道の中央大通りに出ていくというランナーたちなんですが、少し上杉選手が前との差、高橋さん開いてきましたか。はい、そうですね、これ以上離れないような感じでしっかり、ね、目で追ってもらいたいなと思いますね。あの練習がすごくよくできていて、5キロ4本という練習も3本目にラストの1キロ3分5秒ぐらいに上げられる。佐藤選手が今やめましたね。やめましたね。今18.8キロ地点で野口監督が佐藤沙耶香選手の肩を抱きかかえて、今あの良かったという声も上がりましたけれども、はい、レースをリタイアです。ちょっとねやっぱりこう見てると足、岡安さんその佐藤選手の近くにいますリポートバイクです、はい、佐藤選手今野口監督に肩を抱きかかえられてレースをやめました、目には涙が浮かんでいます。野口監督からもあの先に行ってくれというような指示も出ていますが、佐藤選手ここで無念の棄権ということになりました。完全に涙していますよね高橋さん。そうですね、でも
ちょっと走りは足を最後引きずっているような場面もありましたから、もう早く止めてあげてほしいっていうことをね、この解説のみんなともちょっと話をしながら見ていたんですけれども、選手からしたらね、走ったりとか、いつやめていいとかわからないんでね、止めてもらわないとね、やめられないんですよね。なのでここで良かったなと思います。さあ、そして上杉選手が先頭グループから遅れています。先頭グループからもう70メートルの差がついている。福士さん、これ踏ん張りどころですね。踏ん張ってるよ、十分踏ん張ってんだよ、うん、でも多分ね、もうこういう練習もしてると思うんで、はい、ここから盛り上げていったりとか、自分でやりたいベストは尽くしてると思います。はい、頑張れ上杉。さあ、この表情です。上杉、渋井さん、どうご覧になりますか？そうですね、粘れる選手だと思うので、ここをマイナスに捉えずに、はい、しっかり前を追って、もう本当に先頭早いんで、はい、はい、頑張ってほしいと思います。粘ってほしいと思います。ここが上杉1回目の踏ん張りどころを迎えています。さあ、その間に先頭グループはこの後20キロ関門、そして中間点、そして新コースの大きなポイントになる坂をこれから登って、そして下るということになります。今その新コースに上杉も入っていきました。ご覧の差がついていますが、まもなく20キロ関門を迎えるところ。それでは1号車石田アナウンサー、野口さん、お願いします。先頭グループは1回目の大阪城公園を出て JR 森の宮駅の前を通過していきました。そして再び玉造筋を今度は南へと向かっていきます。今年から変更となった新コースでは、この玉造筋をおよそ1キロほど南下しまして、玉造の交差点から長堀通りへと入っていくことになります。さあ、先頭集団は日本記録に近いようなペースで間もなく20キロを通過していきます。いや、野口さん、はい、野口さんに迫るこの先頭集団という速さですが、いや、すごいですね。あ、今20キロ関門ですね。20キロはちょうど1時間6分ということになりました。すごいですね、2時間19分12秒、もう本当に同じぐらいのタイムで走ってますからね、はい、その中で、余裕を持った表情で走ってますよね、安藤選手。いいリズムを刻んでいると思います。そしてその後方で上杉も今20キロを通過していきまして、その差が17秒、ですから、でも悪くないんですよね、はい、本当に。で、上杉選手は1人になってからでもマイペースに自分のリズムを刻んで走っていけるので、そんな大きな心配はしていません。去年単独走になってから粘りを見せた、はい、このあたりが上杉の真骨頂ともいえる走りですよね、はい、そのまま、もう自分の本当にマイペースにリズムを刻むことが大事ですよね、さあ、上杉はここから粘りの走り、まだ、上杉のペースでも2時間20分前後というタイムになりますから、本人にとっても自己ベストへのチャレンジがこの後も続いていくということになります。そして先頭グループは4人ということになりますが、はい、千葉さん、上杉さんなんですけれども、先ほどの1キロが3分30秒でした。で、フォームは腰高で大きくは崩れていないんですけれども、やはり向かい風、冷たい風が少しずつ体力を消耗しているのかなという、そんなところです。18キロ以降で少し苦しくなってきている上杉。この後長堀通りのアップダウンがまた上杉を苦しめる可能性というのはありますが、まさに試練の時を迎えている中盤のハイライトということになるでしょう。そして先頭グループは玉造筋を右に折れまして、新コース長堀通りへと入ってきました。さあ、野口さん、はい、ここからが新しいコースということで、選手たちにとっては、はい、まあ、特に前回走った安藤選手にとっても未体験ゾーンということになるんですが、そうですね、ただ安藤選手はアップダウンが得意のようで、結構自分には合っているっていうふうには感じているようなので、はい、この辺は心配なく見れるなと思います。給水ポイントですね。そうですね、ちょっとこう位置取りがちょっとあれですね、まあいい感じですね、はい、前に人もいませんし転倒する恐れもなく、はい、しっかり取れました。はい、はい、この、はい、新コースなんですけど、この辺りから少しずつ登っていくんですね、私も、はい、このアップダウンのところを走りましたけど、程よいアップダウンでアクセントになってとってもいいと思います。なだらかに登って少し最後急な上り坂もあるんですが、はい、
その後今度は長い下り坂も続いていくということで、はい、この辺りで中盤のリズムに乗れるかどうかというのも今年のポイントになりそうですね。はい、そうですね、また動きも変わっていきそうなポイントです。ただ聞くところによるとこのアップダウンがちょっときついなって言っている人もいて、前と比べてね、前以前のまでのコースの高低差が約9メートルで、ここで約18メートルですかね、新しいコースになって、はい、18メートルですけど、私はアテネの時に結構高低差210メートルを体感しているので、まあ、これぐらいのアップダウンはそこまできつくないのかなと思うので、まあ、しっかりこのアップダウンも楽しんで走ってほしいと思います。なるほど、はい、さあここでペースメーカーの1人アキドルが離脱、そして先頭グループの中で外国人招待選手のケニアのチェプケモイ選手がちょっと遅れてますね。動きがなんか硬いですね。給水ポイントのちょっと手前見てたらちょっと肩が上がってるような気がしました。さあそして先頭は中間点を迎えます。中間点を通過していきまして1時間9分45秒ですから、単純に倍していきましても、まだこれは日本記録が狙える、はい、そして19分台は十分に狙えるということになりました。はい、まあ、ここ2年間も大阪ではこの中間点を1時間10分を切るペースで進んではいたんですけれども、今年はまた一段と速いペースでのハーフ通過ということになりました。さあ後方から上杉もまだ追いかけてきていますが、ここはちょっと、はい、上りが結構きますね。上りはやっぱりピッチで走る安藤選手にとっては非常に有利に働くと思いますので、しっかりリズムを刻んで登ってほしいと思います。ご覧のような急勾配ということになりまして、長堀通りの中で一番苦しいのはこの最後の200メートルくらいの上り坂ということになります。そしてここを乗り越えた後、今度は下り、この辺りの走りの切り替えというのも必要になりますか。はい、そうですね、下りのポイントとしてはストライドを少し広げて、スピードを落とさないように走ることがいいですね。でも あんまり上げすぎると後半のこともあるので、その辺しっかりとバランスを取りながら、下ってほしいと思います。さあ海外招待選手、ワールドランキングでは21位という今回のメンバーの中では最もランキングが高かったチェプケモイがまずこの集団からこぼれまして、先頭グループはもうすでに3人ということになっています。その中に日本人の安藤由香も含まれるという中で、果たして今日はどんな記録を出していくのか、レースは後半に入っています。さあ一方後続にも注目です。後続グループは10月に行われるオリンピック代表選考レース MGC に向けて、2時間24分を切れば順位に関係なく出場する権利を得られるんですが、ご覧いただいているのがパリオリンピック代表選考レースの進出条件なんですが、さあこのグループ先ほどのハーフ20キロのタイムではこの2時間24分を切るペースで行っています。今前田彩里選手、出産を経てのマラソンで2時間23分44秒のフィニッシュタイム、十分これ2時間24分切るまだペースで高橋さん、そうですね、走っていますね。山中監督に聞いても、はい、出産後ですけれども北京の世界陸上に出た時よりも状態はいいぐらいだと、はい、2時間24分はいけるということをこう練習を見ても言っていたので、いやすごく楽しみですね。彼女本当に2014年に大学生の時にネクストヒロインでこの大阪にね、はい、出て本当に運命が変わったっていうぐらいこうマラソンの道を選びましたから、はい、またこの大阪で第二のスタートをね切ってもらいたいなと思います。そうですね。そして今回この今初マラソンの話、大阪の話がありましたけれども、初マラソンをこの大阪に選んだご覧の筒井咲子、真ん中の黄色いユニフォームを着ている選手、それからその奥の吉川由美選手、この2人が初マラソンを迎えています。まあ、初マラソンといえばここ大阪で当時世界最高を出した渋井さん、はい、そして一方ちょっと悔しい思いもある福士さんの2人がいるわけですが、どうですか、はい、この初マラソンの2人失敗しましたね。私は渋井さんですか、ね、初マラソンはうまくいくものだと思います。はい、みんな怖いもんなしでいけいけゴーゴー。でもここのグループは本当にみんな集中してる感じが見えて良さそうですね。さあこの辺りの初マラソン組がどうなのかも注目です。さあ先頭集団はこの長堀通りの下り坂で勢いをつけて、まもなく大阪のメインストリート御堂筋へと向かっていきます。
さあ先頭グループは大阪一の繁華街南に入ってきました。ご覧のように少し遅れ始めている上杉選手ですが、その遥か前に先頭集団がいます。完全に4人に絞られました。安藤由香選手、果敢にこのペースメーカーについて、現在この実質先頭グループの前を走っているという安藤由香選手です。堂々とした走りですね。ペースメーカーの後ろで走るのが一番動きもこうすぐに対応できるので一番走りやすいんだっていう、本当に言った通りの走りで、後ろに2時間20分の記録を持つ2人を従えてといった部分では度胸のある走りだと思いますね。縦長になっているのはここ向かい風になっているので、やはりその風を感じている証拠かなとは思います。ですからお互いがお互いを風よけにして一列棒状になっているという今の状態です。さあ沿道から大きな拍手が送られていますが、この辺りが大阪で一番にぎやかな南というエリアです。この長堀通りを今から右折して大阪のメインストレート片側6車線の御堂筋に選手が入ってきました。ご覧の道頓堀、コテコテの大阪を一番感じられる場所、ご覧のグリコの看板でおなじみ、去年までは御堂筋を往復してこのグリコのランナーとすれ違っていたんですが、あれ今日は来ないなみたいな感じで見てるのかも分かりませんさあこの御堂筋を渡ってこれから25キロに向かっていくところですが、福士さん、はい、毎年この25キロ付近、福士さんの時もそうでしたが何か起きるんですよね。はい、確か何か起こしてましたね大概疲れてましたね私ここで。頑張れ安藤、本当に頑張れここからもう福士さんの心の声が聞こえているこの御堂筋。福士さんここ疲れないんですか、25キロぐらい。え、25キロとか疲れ、まだ眠ってるとこ。いやでもここは一番賑やかだから結構テンション上がるんじゃないかなと思って。なるほどね、テンションは上がってるんですけどね、体のテンションはちょっと上がらんかった。気持ち的にやっぱ中間点超えたらもうあとね、半分来たって思うんで、そういう考え、ね、やっぱちょっとスイッチ入っていく距離かな。もっと早く聞きたかったその言葉が確かに。でもそういった中で安藤さんの走りはチームメイトの福士さんはどういうふうに見てます？はい、この子はもう練習はしてきてるので、ここから気を抜かずに30、25、30ってどんどん自分で押していけるようなイメージを作っててほしい。ちょっとでも気を抜いたら多分落ちてしまうので、はい、気を抜かないでほしいですね。下りのあった22から23が少しペースが落ちたんですが、さあ上杉が少し遅れ始めて先頭との差が 450m、ですからだいぶ90秒ぐらいですか、差が開きました。とはいえね、本当に前半が彼女の自己ベストからこう考えると相当速いペースで入っていますから、頑張っているというふうに思います ね。 そうですよね。走りを見ても決してフォームが崩れている感じでは見えないので、しっかりと自分の粘り強さっていう武器をここから発揮してもらいたいですね。はい、さあそしてこの上杉選手からさらに後方、この MGC 圏出場圏争いが非常に面白いことになっています。ご覧の第2グループなんですが、ハーフマラソン初マラソンを目指す吉川選手、それから筒井選手もそうですが、前田彩里選手もこれ福士さん頑張ってますね。頑張ってますね。こんなに走れるとは思ってませんでしたね。なんかどんどん締まってるような、今日の朝練とかで見てもえらいスピードで走ってましたね。リズムが良くて、すごいリズムのいい朝練してるんで、このまま行ってほしいですね。ご覧の56番ナンバーカード56番の転売のごめんなさい、ダイハツの前田彩里選手、ここまで力走が続いています。このグループなんですが、先ほど中間点、はい、服部アナウンサーどうぞ。この第2集団ですけれども、直近の1キロのラップは3分24秒を刻んでいまして、依然として2時間24分を狙えるペースが続いています。そして沿道からですね、前田彩里選手おかえりという歓声がもう序盤からずっと続いています。はい、さあそしてこのグループには竹山楓奈選手の姿もあって、はい、先行の竹山、そうですね、元はやっぱり前田彩里さんと同じチームメイトということもあって、林監督は前田についていくんだよって、憧れで大好きな尊敬する人が前田彩里さんということでついていきますっていうようなことを昨日おっしゃっていましたけれども、ハーフマラソンではね、優勝経験もある力、スピードっていうのをここでうまく発揮できていると思います。はい、その他にも日立の池田千春などこの辺りが第2グループを形成して、中間点は2時間23分52秒のフィニッシュ予想ということで、まさにギリギリのレースが続いているという第2グループです。さあ一方の先頭グループです。まもなく25キロ関門を迎えるところ、果たしてペースがどうなっているのか、それでは1号車石田アナウンサーお願いします。さあ選手たちは北向きの御堂筋で、
まもなく25キロを迎えるということになります。野口さん、選手もここを非常に楽しみにしているランナーも多い中で、今年はこの片道だけですから、わずか2キロくらいしかないんですけれども、はい、沿道からの声援というのはかなり選手に届いている印象がありますので、はい、ここは速道を走るので沿道の応援すごく近くに感じるんですね。選手はやっぱりこう中間までのこのきついところでこの熱い応援をいただくのは本当に力になります。また、はい、この御堂筋って、私は中間点までは死んでるんですね、はい、ですけど中間点を越えてから結構元気になってくるところ で、でまたハイブランドのブティックが立ち並んでいて、終わったら何ご褒美にあげようかなみたいなことを想像しながら走れるので、すごくテンションが上がるポイントではありますよね。さあ、安藤選手もその街並みを楽しむ余裕が果たしてあるのかどうかですが、ご覧のようなこの表情、あるいは走りのフォームをご覧になっていかがでしょう。なんかもう全然呼吸なども本当に荒そうではなくって、本当に呼吸してるんだろうかみたいな感じで、本当に落ち着いた、もうずっと最初から今まで変わらずに走ってる、そういう表情を見て取れるので、すごい余裕があるなと思います。何か静かに走っているというような、そんな安藤由香の今日の走りです。さあ、まもなく25キロを通過していきます。ハーフ通過までは日本記録ペースという、非常に速いこの先頭集団でしたが、今25キロを通過していきました。1時間22分41秒ということで、まあ、もちろんサブ20まだまだ狙えるということになります。まあ、去年の大阪国際女子マラソンが2時間22分47秒で通過していましたから、それよりもまた6秒ほど速いペースということになっています。ご覧のような先頭集団はペースメーカーのチェロティッチを除くと、エチオピアのデッセ・シセイを含めて3人ということに、優勝争いは絞られています。さあ、御堂筋に今年はあっという間に別れを告げまして、これから土佐堀通りへと入っていきます。いや、なんか新しいポイントっていうのがいっぱいあって、これまでのコースも良かったですけど、本当新鮮な気持ちで走れていいですよね。たくさんの最先端のビル、そして再開発が進んでいるこの心斎橋から淀屋橋付近のエリアということで、選手たちにとってもね、目新しい光景が毎年繰り広げられているということにはなっています。そしてそこから一転して、今度は、淀屋橋から大阪城方面へ向かう土佐堀通りに入ってきましたが、まあ、ここは例年ビルの間を走っていく中で風がどうかというところも一つ気になるんですが、逆になんかそのビルがある両脇にあることで、ちょっと風の影響は受けていないのかなと思います。さあ、ご覧のような3人なんですが、対して海外招待勢エチオピアのデッセとシセイ、こちらの走りは野口さん、いかがでしょうか。はい、ウォーミングアップ見ているときに感じたのは、本当に大丈夫だろうかって思うぐらい言った、危ないですね。あ、ちょっと今ちょっとなんか接触しそうになりました。姿勢がボトルを取り損ねて一旦遅れました、はいはい、そこに安藤も少し絡まれそうになりましたが、しかしボトルはしっかりと取った安藤です、はい、よかったですね、大丈夫でした。動きがちょっと悪いように感じたので、逆にケニアのチェプケモイ選手の方がリズムがすごく良くて、これは面白いなと感じていたんですけど、まあ、ウォーミングアップですからね、マラソンのウォーミングアップですから、そこまでハイペースで走らなくてもいいので、まあ、もう普段の通りでウォーミングアップしてたんでしょうね。さあ、給水で少し遅れた姿勢は果たしてこの先頭グループに戻ってくることができるかどうか。現在5メートルくらい差が開いていましたが、徐々にペースを上げてきています。さあ、選手は北浜の交差点を過ぎていきますが、この辺りは非常に人気の観光スポットでもあります。水と緑に囲まれました中之島エリアは、大阪市役所をはじめ図書館や歴史的な建造物が立ち並んでいます。2020年までは選手が目の前を通過していました。この画面の中央に見えてくるという赤レンガの大阪市中央公会堂、まあ、この辺りは本当に多くの選手たちの好きなスポットということで、選手に元気を与えてくれるエリアでもあります。さあ、姿勢はこの2人に食らいついていきまして、また先頭グループペースメーカーを除いて3人のパッケージということに変わりました、
志勢選手とデッセ選手は NN ランニングチームというチームで、チームメイトなんですね、はい、だから同じチームメイトと走ることで、きつくても頑張れるっていうそういう強みもありますよね、また同じ NN ランニングチームにはキプチョゲさんがという、はい、もう本当にレジェンドが、ね、はい、ね、いますからね、そういうあの人を見て学んでいること、強さなどを学んでいるので、まあ、プライドなどを持って走っていますね。ただその世界のトップレベルの相手に安藤選手はここまで好走を見せているということになっています。さあ残り15キロが近づいて、安藤にとってはここからがまさに挑戦、いよいよ勝負が始まります。今日2度目の大阪城へ選手たちは向かっていきます。さあ先頭グループは間もなく2度目の大阪城というところに差し掛かっていますが、先頭グループは相変わらずヘブンハイルデッセ、メセレット・ゴラシセ、そして安藤由香の3人、この3人が2時間19分台というペースで今飛ばしています。そしてそこから570メートル開きまして、上杉選手画面の左下捉えています。そして先頭集団とは720メートル離れて2号車、こちらは MGC チケットを取る争いということになるんですが、この辺りも6人が一塊というところで MGC チケット争いも非常に面白くなっているというそういう状況です。さあ上杉選手の力走が続いていますが、少し差が開いてきました。そうですね、少し足取りが重くなってきて、はい、ストライドが短くなってきているのでタイムが落ちているんですけれども、この後に第2グループが迫ってきていますので、はい、そこから逃げるような感じ、また追いつかれてもそこで一旦またちょっとリズムを温存するといいますか、はい、少し休むような走りをするような感じで気持ちを切り替えてほしいなと思いますね。レースに前広いぞ、前広い、ここ10キロ、ここ10キロ、後ろ来るぞ。中村監督ですね。スターツの中村監督が前拾えという言葉でしたね、はいはいはい、練習でね、そういった練習をしている、もっともっとペースを変えながらまだいけるっていうような練習を見てでの指示だと思います。ただ渋井さん、はい、ここから前を拾っていくっていうのはこれランナーにとっては相当厳しいんでしょうね。そうですね、今多分走りきついと思うので、はい、もう何回でもこうきつさと走れるかなっていうのが襲ってくると思うんで、そこをうまく
乗り越えてほしいなと思います。もう一度この後大阪城も通りますから、そこでまた大阪城に元気をもらってなんとか食い下がってほしい、そんな上杉の走りです。さあ一方その後方ですが、このグループが MGC 出場権を狙っているというチームになり、グループになります。もし2時間24分をこのグループが切れば順位に関係なく行くことができます。ただもし2時間24分を切れない場合は2時間27分以内かつ日本人6位までというところで、順位も非常に興味深くなっています。今のところナンバーカード56番前田沙織選手、2時間23分37秒というペースで、高橋さん、はい、このまんま行けば2時間24分を切りますから。そうですね、みんな全員が行けるためにはですね、24分を切ることを目標にしてもらいたいなというふうに思いますね。ですからこのグループは24分を切れるペースでまだ進んでいる。右側には池田千原の姿もあります。真ん中には先行の竹山楓奈、そして初マラソンの吉川由美は果敢に食らいついて、このグループから福士さん、ちょっと筒井が遅れ始めていますかね。ああ、きつそうですね。でも今が一番つけるチャンスなんで、今行っといた方がいいと思います。今すぐ行ってほしいと思いますけど。そんなエールが届いたでしょうか、はいね、ここが今皆さんが言う頑張りどころというところですか。そう、やっぱね、初マラソンなんでちょっと洗礼を打てるかもしれないね。頑張って追いついてほしいですね、ここは離れず、はい、さあということで、まもなくこちらは先頭グループ2度目の大阪城に入ってくるという流れになります。まもなく28キロを通過するところ。安藤さんの走りを見ていると、はい、初マラソンでキルア選手にピタッとついて、2時間21分のあの記録を出した時の姿がすごく蘇ってきますよね。それだけ集中している走りだと思います。ただやっぱりその初マラソンの2時間21分36この記録に長い間縛られ続けてすごく苦しい思いをしてきた、あの5000、1万、そしてハーフ全部自己ベストを出しているところなので、なんとかこの記録を破って本当にすっきり前を向いてもらいたいなと、まあ、その悩んでいる時にね、福士さんなんかからは忘れちゃいと私はね、はい、言っちゃいましたけどね。そんな苦しみなんて知らないぐらいの勢いなの。でもそれがすごい力になったって言ってましたけど、なんかね、できるんですよ、ちゃんとできているので、その時その時あの彼女は自己ベストというか全力を出すっていうことをやってるので、今も多分全力を出してるとは思うんですけど、あのちょっとしたきっかけだと思うんで、ここはぜひあの前に行けるような果敢に攻める走りが見たいと思います。さあそんなチームメイト福士さんからのエールが聞こえているか、まもなく選手たちは大阪城2度目大阪城公園に入っていきます。まあ、かつては水の都と呼ばれたこの大阪の街を選手たちは駆け抜けていきます。今日は非常に晴れやか、そして水に日光が乱反射しているそういう映像です。さあまもなくこの大阪城に入ってくるというところで、依然として高橋さん、はい、日本人国内最高を切るペース、はい、そして安藤にとっては6年ぶりのこの自己ベスト更新はほぼ間違いないような現在のところはペースになっていますよね。素晴らしい挑戦だと思いますね、はいはい、そして後ろにいるこの2人の選手も本当に力のある選手で、2人とも2時間20分台の選手、後ろについている少し背の高い選手がゼッケンナンバー2番のディセ選手で2時間20分19秒、はい、そしてその後ろですね、少し、はい、あの小柄な選手が3番の、ゴラ姿勢選手なんですけれども、ベルリンマラソンでは35キロまで2時間16分台のペースで走れるだけの力を持っている、そこからちょっと落ちてしまって2時間20分の記録にはなったんですけれども、力のある選手というのをこう分かりながら堂々とした走りを見せてくれていると思います。ただ心配なのはこれ30キロでペースメーカーが離れるので、このまま行くと安藤さんが前に押し出される。でも安藤の場合は多分こういう風に一人でやるっていうと慣れてるので、あとはもう今から自分の走りをもう一回整理してやることを一つ一つやりゃいいだけかなと思いますね。焦らなければ、焦らなかったりなんかこう変なこと考えなければいいんじゃないですかね。福士さん、そのあたり安藤選手の表情どうですか。表情いいですよ。あ、落ち着いているという表情というこの安藤です。まあ、苦しいと思いますよ、なんぼなんでもね。28、あれ私だけ。まだ大丈夫じゃないと。どういうこと。でもなんかいいオーラで走ってる感じは見えますよね。そうですね。さあ五層の天守が美しい大阪城が待ち受けます。2023年大阪冬の陣が間もなく30キロ間も、先導役のペースメーカーが外れた後、果たしてレースがどう動くんでしょうか。これから勝負をかけた駆け引きが始まります。
先頭グループは大阪城公園内を抜けて間もなく一般道へ。相変わらず2時間19分台というハイペースでレースが動いていますが、さあ高橋さんご指摘のようにこれから30キロ関門でペースメーカーが外れる、はい、それからどうなるかですね。そうですね、そこから勝負が始まってくると思うので、まあ、できればねやっぱり後ろの選手たちすごく爆発力のある選手たちばかりなので、勝負に勝つといったところではそこをしっかりと見据えながら走ってもらいたいなと思います。エチオピアの2人がぴったりと安藤由香についている、そういう状況になっていますが、まもなくこれから中央大通りに出てこの後すぐに30キロ関門が待ち受けます。それでは1号車石田アナウンサー、野口さんお願いします。さあ日本国内で初めて日本人が2時間20分の壁を越えてみせるのか、そして優勝争いの行方はいよいよ勝負の30キロに入っていきます。さあ野口さん、先ほど高橋さんからもありましたが、まもなくこのペースメーカーのチェロティッチが離脱ということになりますが、隊列この安藤が先頭という中でどうご覧になりますか。はい、この3人の中で一番余裕があるのが安藤選手のような気がするんですよね。そうですか。エチオピアの2人先ほどちょっと見てたら口が開き始めていたので、この中で本当に余裕のある走りっていうのは安藤選手なのかなと思っています。ただ30キロ以降ペースメーカーが外れた後、どれだけ頑張れるか粘れるかっていうところなんですけど、いやもうこの走り見てたら本当に期待できますよね。エチオピアのデッセ・シセイ、このあたりはパリのオリンピック代表を目指して、今大会は18分台も目指していきたいということも話していました。そうなりますとこの後エチオピア勢はペースを上げてくる可能性もあるわけなんですが、果たして30キロ以降まず主導権を握るのは一体どのランナーか。先頭集団3人で30キロを迎えます。ずれましたね。さあ30キロを過ぎました。1時間39分34秒、ですからまだサブ20が狙えるというペースにはなっています。さあペースメーカーが外れまして、一旦は横にまず2番のエチオピア24歳のヘブンハイルデッセが前に行くのか、安藤はそこに並ぶような形、そして姿勢が3番手ということになりまして、安藤これはデッセをまず前に行かせたという感じなんでしょうか。はい、そうですね。あのまま安藤選手が前よりもデッセ選手が前に出た方が、いいですよね。余裕を持ち続けられると思うので。さあそしてその隊列が今度は一列棒状に変わってきました。デッセが先頭、少しペースを上げたのかというところですが、安藤はぴったりとついてくる。デッセがちらっと後ろを見ました。そして姿勢は虎視眈々と一番後ろからちょうど安藤をサンドイッチするような形でエチオピア勢の間に挟まれています。さあそして今度は姿勢の方が前に行きまして、安藤が一番後ろにポジションを変えました。これエチオピア勢スパートをかけてきたんですか。あ、そうですね、ちょっと飽き始めましたね。安藤選手、エチオピアの2人とほんの少しですがちょっと間が空いているような気がします。ここ粘りどころですね。さあペースメーカーが外れて、まずはデッセとしてエチオピア勢の2人がここで第1弾のスパートなのか。安藤との差が現在5メートルぐらいまで開いてきました。安藤も少し口が開いています。さあ野口さん、ここが安藤にとっては最初の粘るポイント、勝負どころになってきましたね。はい、2017年の名古屋以来2時間21分36秒、はい、あれからベストを出していない、今回の大会であの時を超えたいって語っていたので、なんとかで、また今日選手村のホテルの朝食会場で安藤選手と会ったんですね、はい、たまたま会ったんですけど、死に物狂いで頑張ってほしいって声をかけました。じゃあ死に物狂いで頑張りますっていうふうに答えてくれたので、なんとかここ粘ってほしいですね。安藤は苦しい時こそ逃げない走りをと語りました。これまでは苦しくなった時に諦めたり逃げたりすることがあったんです。しかし練習でもレースを意識して粘る、我慢をするということがマラソンを重ねるたびにできるようになってきたんですという手応えも感じました。それだけにこの苦しい場面でその粘りを発揮できるかどうかという安藤になります。さあそしてここで給水で一旦このエチオピア勢もペースを上げようかというところではありますが、安藤との差はそこまでただ広がってきてはないですね。はい、なんとか粘って走っています。これぐらいの距離でしたらね、巻き返しも期待できると思うので諦めずについてほしいと思います。現在その差は10メートルから15メートル程度、まだ安藤にとっては射程圏という距離でもあります。
前を行くエチオピアのデッセ、こちらはワールドランキングが27位、その後ろシセイの方がワールドランキングが36位、いずれも世界トップレベルの選手ではあります。ただここに食らいついていくということが実際にパリオリンピックで代表になった時に世界と戦う上でも重要な経験になりますよね。重要になってきますからね、この経験は本当に無駄ではないと思うので、もうハイペースで挑んでますからね、それだけでも本当に世界につながっていると思うので頑張ってほしいです。そして30キロから31キロ、この1キロやはりエチオピア勢がペースを上げました。手元のラップタイムではあるんですけれども3分5秒かなりこれ上げてきている可能性がありますね。結構上げましたね。なので安藤選手も離れてはいますけど、安藤選手のその中の走り自体もそんな悪くはないんですよね、決して。なのでどれだけこう食い止めることができるかっていうところを本当に意識して走ってほしいと思います。また、日本の選手よりも、こういうエチオピア選手、エチオピアのお二人の選手の方がちょっと位置取りとかコース取りっていうのを最初からこう今まで見てると、あんまりうまくないと思うので、あまりこの二人に影響されずコースしっかり下見していると思うので、自分のペースで走ってほしいと思います。そして安藤の前にはこの大阪で最大の山場となります玉造筋のこのアップダウンを迎える中で、ここを乗り越えればまた前との差も縮まってくるかもしれません。この上りに対する安藤の走りというのはいかがでしょうか。いや悪くないと思います、そして姿勢もちらっと後ろを見ています。気になってますね、この辺はなんとか粘ってほしいですね。ちょっと下ってくるので、一旦ちょっと力みを取って腕をもうちょっとだらっとしてリラックスして下ってほしいと思います。思い切り下ってほしいと思いますね。ここは苦しい坂は上り終わりました。そしてここからはもう一度リズムを整えたいという下り坂。ただ一方でエチオピア勢もこの下りを使ってさらにピッチを上げてきそうな雰囲気もあります。足の運びがやっぱりでもエチオピアの2人の選手だいぶ変わってきましたね、さっきまでは余裕あるのは安藤選手かと思ったんですけど、そんなことなかったですね。すいません、ちょっと私がちょっと、読みが間違えてましたね。世界最強のマラソンチーム NN ランニングチームに所属しているこのヘブンハイルデッセとメセレットゴラ姿勢、ですから普段も一緒に練習をしている2人というだけに、このあたりは共に力を借りてというそういう優位性もありますよ ね。引っ張り合いながら共に自分の目標に向かって走っている感じですよね。ただここに安藤も食らいついています。世界を追いかけて、さあその差はまだ20メートルといったところ。この感覚だったらまだ大丈夫だと思うので、粘ってほしいです。もう国内最高的に自分 の記録を本当に超えてほしいなと思います。安藤の記録は初マラソンの時の2時間21分36秒です。ですからこのまま粘って走り抜きますと大きく自己ベストは更新できるというペースですよね。いやもうここで大幅に諦めて遅れてしまったら本当もったいないので、もったいない精神でどうか食らいついていってほしいと思います。6年間自己ベストを更新できなかった自分にもういい加減更新したいですと苦笑いをしながら今日の目標を語った安藤友香。そしてその自己ベスト更新とともにもう一つ安藤が記者会見でも掲げた目標は優勝というマラソンでの初タイトルでもありました。その優勝へ向かってその差は現在30メートルじわりと広がってはきています。いけないでほしいですね、石田さん。ここちょっとおもろばって。はい、千葉さん、こちらバイクですが、安藤さん今の1キロラップは3分23秒でした。すごく粘っていまして、差もほとんど変わらずキープしている状態なんですね。で、安藤さんの走りなんですけれども、はい、千葉さん、呼吸の方ってどうですか。呼吸はですね、少し口は開いていますけれども呼吸音が聞こえてくるということはありません。で、いつもよりですね、腕を振ってなんとかアクションを変えて追っていこうというそういう気迫が感じられます。なんとかね、リズムを変えていこうと必死で整えているところですよね。先頭と安藤との差は9秒という差になってきましたが、そして先頭ですが、ここでアスリートビブス2番のヘブンハイルデッセの方が前に出ました。姿勢から突き放していきまして、現在その差が10メートルくらいまで広がってきました。
さあここはデッセの方が優勝へ向けて、まあ、チームメイトでもありますけれども突き放しにかかりましたね、はい、かかりましたね、はい、こういうハイペースで走るときってお尻を使って走るっていうのがとても重要になってくるんですけど、デッセ選手って少しねちょっと大きいかなっていう感じはややちょっとあるんですけども、はい、本当にしっかりとお尻を使って走っていることができていますね。私も調子がいいときはお尻から太ももをしっかりとイメージしてももを上げて走ることを意識していたので、いい走りができていると思います。エチオピアの24歳、168センチ、その大きなストライドを生かしてまずこのデッセの方が前に出ました。そしてその後ろ姿勢が2番手、ただ姿勢は後ろの安藤の姿をちらちらと振り返ってますので、姿勢の方は少し苦しくなっている可能性もありませんか。そうですね、ちょっと顎が開き出しているかなっていう感じがしますね。脇の方も開いてきていますし、余裕度っていうのはやはりデッセ選手ですね。だからそこへ姿勢選手に向けて安藤選手が縮めて差を縮めることが面白いですね。この後縮めることができたら面白いと思います。さあその姿勢からさらに遅れること 50m くらいで安藤が追走ということになりました。先頭ですが2番のセブンハイルデッセがまずこの32キロ過ぎでスパートをかけています。さあこの世界のトップランナーの実力スパートを高橋さんはどうご覧になりますか。はい、やっぱり爆発力っていうのはありますよね、でもこのデッセ選手って2時間2020年ですね、はい、ムンバイで2時間28分53秒が10分はベストだったんですね、はい、1年間で8分近くベストを上げてきたっていった部分では、本当にエチオピアって層が厚いといいますか、すぐに強い選手が出てくるんだなっていう印象はあります。しかも最初のマラソンはほとんど練習していなかったそうですよね、はい、なのでね、まだまだこれから伸びていく、これから世界大会で争っていくような選手たちですから、安藤選手もしっかりとね世界をイメージしながらこの背中を追ってもらいたいなと思います。はい、さあそして渋井さんの目にはこの、はい、エチオピア勢の2人どうご覧になりますか。やっぱりデッセ選手元気ですよね、なので安藤さんはもう本当姿勢さんを捉えるようなつもりで前を追って、もっともっと前に来てほしいなと思います。でも全然悪くないので走り自体は、はい、しっかり前を追って記録出してほしいなと思います。さあそしてこの安藤から後方になるんですが、MCC チケット争いが熾烈になっています。ちょっとご覧いただいていますが、これが30キロ通過の日本人順位です。 MGC と左にあるのが MGC の権利をすでに持っている選手、7位から、さあ服部アナウンサーどういう状況になっているかちょっとリポートしてください。はい、今ご覧いただいています黄色のユニフォーム、こちらが現在日本人順位7位の筒井選手になります。ここから目を前に向けますと、前方にかすかに第二集団が今ご覧いただけるでしょうか。第二集団との距離を今バイクで上がりながらご確認いただきたいと思うんですが、筒井選手のこの前、第二集団の最後尾が現在日本人6位ですから、 MGC のチケットを手に入れることができるのはこの第二集団の最後尾ということになります。初マラソンの筒井はこの第二集団についていたんですが、わずかに遅れ始めて、その差が現在 100m ほど。ただ筒井はここに追いつくことができれば MGC の権利を手にすることができます。第二集団を現在引っ張っているのは前田沙織というところにはなるんですが、その前に今上杉がいますけれども、第二集団ペースメーカーが最初に外れた段階、3分24秒から3分16秒にペースが上がりました。その時第二集団を引っ張っていたのは4年ぶりのマラソン復帰の前田沙織、ただ今は上杉が第二集団をもう一度引っ張ろうという決意を見せ始めています。 MGC 争いもこの後目が離せません。ご覧の力走が続いているこの吉川32歳で初マラソンなんですけれども、この走り渋井さん、はい、なんか落ち着いて、ね、初マラソンと思えない冷静な走りができていると思います。目標が初マラソン2時間22分台ということで、インパクトを残したいというふうにレース前に語っていたんですが、福士さん、はい、インパクトという点ではどうですかこの吉川選手。インパクトここまでついたらもうインパクトあるんじゃないですかね。30超えてこんだけ元気ならインパクトあるんじゃないですかね。そうですよね。あとはもう監督さんに、はい、2時間22分台とか初マラソンでいけるよっていうふうに言った時に、全然怖くないよみたいな感じでできるよって言われて自信も持ってるので、はい、全然余裕を持っていけてるんじゃないですかね。その分の練習もしてきたって言ってたし、
やっぱ練習ってすごいですね。実はそれに加えて吉川選手は福士選手に以前会った時にマラソン挑戦しちゃいなよと言われて、はい、そしてマラソンに挑んだという話を聞いています。いやいね、私も何回も福士にマラソン挑戦しろって言ったんですけどね、なかなか来ませんでした。聞いた素直ですね。じゃあ素直に私は渋井さんと高橋さんと一緒に話がもっとしたくてやりました。マラソンしないとみんなマラソンの話してくれないから。いやなかなかいいですね。このセンター放送席でも場外乱闘が始まっている感がありますけれどもさあこういった MGC チケット争いのグループから少し前方に目を移すと安藤由香選手の力走が続いています。少しこの表情を見てまず福士さんどうでしょう。でも安藤選手っていつも思うんですけど、はい、世界の人たちといつも戦ってるんですね。でいつもこういうような場面があるのでいつもいい経験してるなと思ってて、でそのたんびに自分が多分負けましたとか言ってるんですけど、今回も離れた時もちょっとしたタイミングだったりとかで離れてるだけで、その後も彼女が自分で今スピード出すために頑張ってたりするので、どんどん自分を超えてるとは思うんですよ。ただそれを自分がちゃんと理解して褒めてあげればこれからどんどん伸びると思うんですけど、落ちてないんで彼女に本当に今すぐ頑張ってるっていうのを教えてあげたいですけどね。大丈夫だからお願いだからもうちょっとピッチを上げてほしいってことは言いたいですかね。はい、バイクリポート千葉さんの声が聞こえましたか。どうぞ。はい、もう福士さんがおっしゃる通り1キロラップが3分20秒なんですね。安藤選手ですから落ちてなくてむしろ前と徐々に詰まってきているような状況でもあります。まだまだこの3選手ともに射程圏内、最後までわからないといった展開になってますね。まあ、先ほどの30キロの通過ではまだ2時間20分02秒をまだ安藤は目指せるというところで、だからハイペースの中自己ベストを1分以上更新する中でこれだけの粘りを見せられるっていうのはすごいですよね。ただ安藤さんはどうしてもつくのは本当に天下一品めちゃめちゃうまいんですけれども、はい、ペース変化だったり仕掛けるっていうことをまだ私自身は安藤さん見たことがないので、そういった駆け引きみたいなものが引き出しにもう少し加われば本当にもう強くなる選手じゃないかなって期待はしてます。そうですよね。そういった意味ではこの前を行く安藤がレッセ、それから姿勢を相手にどこまで食らいついて、そして35キロ以降福士さん、はい、どう粘っていくかですよね。あとはね、姿勢選手がもうちょっとこう落ちてきてくれたりとか、はい、自分が多分上げてるとは思うんで、その差がどんどん詰まってきたりとかすると彼女がまた元気になると思うんで、で自分でねちょっと目線を変えてると思うんですよね。その場所変えてね、多分常に先頭の方見てるような気はするので、ええ、そこら辺はねすげえ行きたいとは思うんで行ってるんですけどね、本当に行ってるんでね、風吹いてほしい。安藤さんに後ろ風誰か吹いてくれないのかな追い風来てほしい、追い風。なるほど、まだまだその安藤の目には諦めはありません、はい、もちろん前を捉えようというこの決意の走りということになっていますが、さあ先頭集団が間もなく、先頭のデッセが間もなく35キロの関門を迎えます。1号車どうぞ。エチオピアの24歳ヘブンハイルデッセ、さあ2位の姿勢とはおよそ12秒差、そして姿勢と安藤の差もおよそ12秒差ということで、野口さん、ただこの差というのがほとんど変わらなくなってるんですよね。そうなんですよね。なんかすごく私の目線からいくと結構安藤選手と姿勢選手の差が少し縮まってきてるような感じがするので、もうぐいぐいと前を見て姿勢選手を超えてほしいと思いますね。まず姿勢が35キロを通過しまして1時間56分01秒というペースになりました、まあ、ですからデッセとしてはやはり20分を切っていきたいという目標を掲げているんですが、こちらはあとどれぐらい余力を持ってラストスパートに入れるのか。そして姿勢も35キロを過ぎて安藤も今35キロを迎えます。今35キロを過ぎまして1時間56分27秒先頭とは26秒の差ということで、またその差というのはほとんど変わってないという状況が続いています。ですから安藤はしっかりと粘っている状況。はい、もう頑張ってますよね。ちょっと口もね開き始めていますけど、これだけこう目の前に、2位の選手と1位の選手っていうのがそんなに離れずに見えているので、本当に背中をどん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 こう近づけるように追いついてほしいなと感じています。ここどうでしょうね、向かい風っていうのはこれ影響はどうなんでしょうかね。この辺ちょっと当初、西風ということで、はい、競技場に向かゴールの競技場に向かっていけば行くほど向かい風になっていくのかなと思ってるんですけど、ちょっと風の方はですね、はい、そんなに
向かって吹いている風には感じられませんので、日差しもあって、はい、結構暖かくて走りやすい気候だと思います。 ありがとうございます。よかったです。さあ、そしてちょっとレッセの方も苦しそうな表情に変わってきています。さあ、果たしてレッセがこのまま逃げ切るのか。後ろからその差はほとんど変わらないという形でチームメイト、エチオピアのシセ、さらにその後ろからは安藤も粘りを見せている中で、優勝争いまだまだわからないという中で残り10キロは切っています。さあ、先頭グループにも動きがありましたが、安藤由香、しかしこのまま行くと2時間20分23秒というところで、ただ5キロのこのラップを見ていますと、高橋さん、あまり変化がないというか、はい、十分押していけるペースになっていますよね。そうですね、ガタッと落ちているような傾向は見えないので、このまま押して自己ベストっていったところには十分可能性は、ね、あるんだと思います。まあ、自己ベストというよりも、ね、それ以上、1分以上速いペースでのゴールタイムが予想されますね。そして渋井さん、はい、まあ、言ってみれば安藤選手はこのレースで例えばトライして失敗したとしても MGC の出場権が失うことはない、そういった意味では果敢にチャレンジしてほしいですよね。そうですね、もう本当に頑張ってほしい。ありがとう。それだけ。さあ、この後の粘りの走りにどうつながっていくのか。さあ、そしてこの安藤の後ろも実は今動きがあります。服部アナウンサー、お願いします。はい、第2集団動きがありました。まず第2集団からこぼれたのが竹山ということになりました。現在ご覧いただいていますアスリートビブス52番の選手です。竹山が第2集団から今20メートルほど遅れ始めています。そしてその第2集団を引っ張る選手がまた入れ替わりました。今度は初マラソンの吉川がこの第2集団を引っ張ります。前田、上杉、こういった実力者たちを私が引っ張るんだという初マラソンの吉川。吉川がペースを上げてこの有望な選手たちを振り切りにかかろうとしています。MGC に向けた前哨戦、この選手たちはおそらく全て MGC の権利を獲得するでしょう。10月に向けた前哨戦、まずこの集団を引っ張り始めたのは初マラソンの吉川です。ただこれ一つ補足しておくと、吉川由美選手は MGC というよりも世界選手権、はい、2時間23分18秒をブレイクして、そして日の丸をつけたいという思いがあるというところで、このままいきますと当然この吉川選手は日の丸をつける可能性まだ分かりませんけれど、はい、タイム的には十分可能ということになってきますね。可能ですね。ここの中段では上杉さんもこのブダペストの世界選手権を狙っていますので、はいはい、今回は世界選手権と MGC がすごく近いので、両方とも兼ねる選手は少ないのかなと思ったんですけれども、はい、やはり世界選手権の思いを持っている選手もたくさんいるんですよね。そうですね。ごめんなさい、今ちょっとフィニッシュタイムで訂正させてください。2時間24分18秒というフィニッシュ予想ですから、世界選手権の切符となるとちょっとそれは難しいです ね、渋井さん苦しくなってくるのかなというところですかね。そうですね。でも初マラソンとはいえ堂々とした走りなので、後半って成功するんですね。大体するんだ。あとね、上杉さんもここでつけるってすごいよね。本当に粘ってる。私たち、あ、タチになっちゃったけど、そう、ね、あれこうなったら粘れないよ、ね、粘れなかったですね。落ちてから粘れたことあったかないですね。吉川さんって本当は世界ハーフの、ね、日本代表に選ばれていたんですけれども、はい、世界ハーフで中止になってしまったので、日の丸を、ね、背負うことができなかった悔しさっていうものをすごく強く持っているので、日本代表になりたい、そしてここで MGC の切符を取りたいとか、そういった思いはすごく強く持っていると思います。はい、そしてこの MGC というところに関して言いますと、前田彩里選手、今この日本人10位でいうと、この前に安藤由香選手がいますが、現在4位というところですね。これ頑張ってますよね。そうですよね、頑張ってます。いや、2人、いろはちゃんっていうね、お子さんを出産して、はい、出産後1年後にチームと合流して走り始めたそうですけれども、去年のクイーンズ駅伝でもね、本当に最長区間、長い距離で5区を6位で、はい、鈴木亜由子さんと同タイムで走って弾みをつけて7割ぐらいだったんですけれども、その7割を今日までしっかりと続けてこれたことでは、非常に強い前田さんを見れるんじゃないかってことは山中監督もおっしゃってましたね。この目標が MGC 出場権獲得というところなんですが、フィニッシュ予想では2時間24分を少し出てしまいますので、順位に関係ないチケットはちょっと厳しくなります。ですので、この2時間24分18秒、ただ順位が問題になってきて、もし2時間28分以内で走り切るならば日本人で3位以内、もし2時間27分で走り切れば6位でチケットを取れるということで、今ご覧いただいている左の黄色ですね、この選手までが MGC 出場権が取れる、はい、
というところで順位がこの後重要になってくるということですが、そうですね、一人でも多く切符を取ってもらいたいなというふうに思いますし、やはりここに日立の、ね、池田さんもいますけれども、本来彼女はワイルドカードだと2時間29分でもよかったんですけれども、ね、はい、去年からの成長をしっかりと形にするためにって果敢にこうやって攻めて走れるところっていうのは彼女の成長の部分だと思います。今お話がありましたが、対象2レースの平均が2時間28分以内といういわゆるワイルドカードの進出条件で、これをクリアしているんです、池田千春選手は。だから2時間今回29分10秒以内なんですが、いやそうじゃなくて私は10位で今回取りに行くと、はい、そうですね。そして練習ではちょうどスターツのね、上杉さんと一緒に合宿をしてすごくいい質の高い練習ができたということも自信になっているみたいですね。なので一緒に走っているところでは練習を思い出しながら、いいリズムを刻んでいけれてるんだと思います。さあこういった MGC 出場権争いも非常に面白い後続ということになります。さあ一方の先頭ですが、こちらが少しエチオピアの両選手から今見えましたが、安藤選手の差どうでしょう、ちょっと広がってきたんでしょうか、どうでしょう福士さん。広がったように見えますけど、前のペースが上がったのかなっていうふうに思いたいですけど、ちょっと安藤選手の、ちょっと一歩の進み具合がちょっとちっちゃくなってきたような気がするんですけど、こういう時って42キロって あと5キロじゃないですか。そういうのであと5キロと思うんです。それとも増やしていく38、39、40、41とかどっちですか。私はカウントダウンですね、あと5キロ、もうあと5キロ、4キロ、3キロって練習の時を思い出して、はい、あの練習よりももう少ないとか、でも1キロがすごい遅くないですか。自分でこう思ってるよりもすごい1キロが遅いから腹立ってくるんですけど乗ってる時は早いです。落ちてる時は、まあ、いつになっても来ないです、ね、やっぱそういう時もうそれぐらいもう頑張るしかないですね、やっぱり、はい、さあその安藤さんがどういうふうに思ってるかですね。そうですね、今この36から37の1キロが3分35、これフィニッシュ予想直近の1キロで予想しますと2時間22分09秒ということで、このペースの落ちでいってしまうと自己ベストあるいは更新できない厳しいところになってきていますが、渋井さん、ここからここが粘りどころですね。本当に前からきついんだよ、ずっと前から。志成選手もちょっとなんか元気になってきて、ちょっと近づいてるのかな。今後ろを今振り返りました、志成選手。これですから今渋井さんのご指摘にあった通り、今2位を走っている志成選手の足音がひょっとして、まあ、ちょっと離れていますね、音は聞こえないかもしれませんが、気配をひょっとしたら少しずつ察知しているのかも分かりません。もう2人の争いもすごいですね。面白いね。ただね、まだ2時間21分36秒の初マラソンの自己ベストといったところでは、はい、まだここ頑張って粘ればいける、そんな走りだと思うんですよね。なのでタイムをしっかりと確認しながら自分の中でどのくらいこう今来ているのかっていうのをこう逆算しながら計算しながら走れてほしいなと思います。粘りよりもあの勝つが欲しい、ここに行けみたいな、そうですね、勝つが欲しい、誰か、誰かもう粘っていたもん、ずっと誰か行って本当に勝つみたいな、行けみたいなやつ欲しいですよね。ちなみに福士さんの時には誰か勝つ入れてもらったんですか。ね、うちの監督がね、あと何秒みたいな言いましたけど、おいおい今から言われるのかみたいな、こんなに必死で頑張ってるのに何秒足りないとかまだ言うみたいな思いましたけど、もうちょっとこう、行けとかそういうさ、乗せてくれる言葉が欲しいですね。でも淡々と走っているとそういったこう劇みたいなものでスイッチがパッと入るときありますよね。この子は入るタイプです、はい、だからぜひ沿道の皆さん、劇を安藤に勝つをお願いいたしますさあその沿道の皆さんがひょっとしたらね、この中継を見て声をかけるかも分かりませんが、さあそして第2集団ですが、さあこの辺りにダイハツの山中監督が待っているということですが、前田彩希選手、大事にしていこう、最後あと5キロというふうに今前田彩里選手に声をかけましたが、いやしかし高橋さん堂々たる走りですよね。本当に堂々たる走りですね。リスタートの大会にしていっておっしゃっていましたけれども、はい、本当にその気迫あふれた走りだと思いますね。出産を2020年の12月にしたんですけれどもね、それから本当にまだ2年ですから、はい、ここまでトップアスリートとして戻ってくるというのは相当大変だったと思うんですよね。睡眠時間を削って自分の時間は本当に取れないけれども、その時間をうまく使って練習をしながらここまで戻してきたことでは本当に素質がある選手だなって改めて感じます。
この姿は渋井さんにはどう映っていますか。もう本当に出産を経てこう、ね、体が変わっちゃったりとかする中で本当ここまでもう一回戻ってくるっていうのは、まあ、周りの支えもあると思うんですけど、本当にすごいことだなと思うんで、もう本当これを機にこういう選手が増えてくれることを。そうですね、はい、願います。以前は、ね、赤羽由紀子さんですとか、はい、ママさんランナーいらっしゃいましたけれども、その後を継いでこの前田彩里選手、このまま行きますと直近の予想で2時間25分08秒ですから、今この前田選手が4位グループというところで10位で大丈夫、はい、チケットを取るということになります。前田彩里選手は、ね、前回の東京の時もおっと今ちょっと大丈夫でしょうか。あれ大丈夫、少しアクシデントがあったのか大丈夫ですかね。少し踊ってました、ね、大変失礼しました。前田選手はあの東京オリンピックの時に MGC の出場権を取って、ただその後レースに出られなかったという悔しさがありますよね。はい、そのやっぱり MGC への思いを残す、オリンピックへの思いを残すといった部分がこの走りにつながっている。なんかチームメイトの松田瑞生さんは40キロ走はラスト5キロ16分で上がらなければダメなんだっていうような、はい、あの私の監督だったっていうふうにあのおっしゃっていますが、松田さんの思いもねあの背負って頑張ってほしいと思いは感じながら走っていると思います。さあ一方でワコール&ユカ、少し口が開いて苦しくなったこの表情、福士さんどうでしょうか。苦しいんだよ、分かってるよ。だけどね、一番見てるところはここが一番見どころなんでね、ぜひ頑張ってほしい。安藤の優勝する姿が見たいですよね。自己ベストを更新して笑ってる姿が見たいんで、多分彼女もそう思ってると思うんですけど、この直近の1キロで3分42秒とまた少し厳しくなった。でもまあこれで今の走りであのまた映像を見たときに、あこういうところがあのもうちょっと体が浮いてるなとか分かれば、あのここをもう一回鍛え直せばいいので、今またあのすごい挑戦をしていると思いますので、応援をしてあげてほしいと思います。いやこの今安藤選手懸命にこの孤独な戦いで6年間塗り替えていない自分の過去の自分、一番初めに出した2時間21分36秒、これをブレイクしたいというその思いでこの大阪走っているわけなんですが、でも挑戦してますからね、はい、今福士さんがおっしゃったようにこの挑戦は絶対無駄にならないと思うんですね、ええ、この35キロまではこのペースで行けたんだ、あと残り7キロどう走れるかっていうのを MGC まで、そしてオリンピックっていうところも含めて、ええ、こうまた立て直すだけの期間はありますから、そういった意味では収穫の多いマラソンだと思いますよ。そうですね、はい、今回の場合安藤選手は失敗を恐れずトライしていった、そういうレースということになります。さあそして一方の先頭の志成選手、アビコス筋に入ってきました。逆に第2集団のこの争いも面白そうですよね。そうですね、なんかここが、みんなで駆け引きしているような雰囲気が捉えられますけどね。なるほど、現在第2集団は今3人で38キロを通過したというところなんですが、また映像が切り替わりましたらご覧いただきたいと思います。さあ一方の安藤由香も松虫通りからこれから阿鼻子筋に入ってくるところ。まあここねきついよね、阿鼻子筋きついんですか。きついよね、もう早く終われと思います。もう本当にあのこれでいつも思います、42キロで誰がしたんだと40キロにしてくれよといつも思いましたけどね。今福士さんのお話にもありましたが、ここからがやや長い阿鼻子筋、その左をはるか前方にフィニッシュラインヤンマーフィールド長井が見えてきます。さあそして後続に動きがありました。前田が少し前に出ましたか。前田がやや2人よりも前に出た。上杉それから吉川前田、この3人の争いになっているんですが、高橋さん、はい、若干前田が前に出て、しかし上杉、吉川も食い下がっていますね。そうですね、もうタイムを切るというよりかは、はい、みんなこの中で一番でゴールをしたいんだ、絶対負けないぞっていうような、そんな思いが伝わるような走りだと思います。そういったやっぱり刺激の試合っていうものがお互いにペースを上げるものにつながるので、ここの集団ね、あの最後までこういった形でみんな力をこう渡しながら来てほしいなと思います。そうですね、そして立派なのが福士さん、はい、上杉選手も途中で一度下がったかなと思ったら、はい、もう一度こう復帰してきましたよね。そうですね、やっぱ皆さん会見で言ってた通り、あの競り合って、はい、みんなで競り合って記録を出したいって言ってたので、あその通りになってるなっていうのと、やっぱもうみんな競り合っていきたいっていうのが見えてるので、もうなんか意思がもう伝わってきますよね。なんかあ本当あと残りちょっとなんだっていう、どこで仕掛けようとかこのまま行こうとか、なんかみんなそれぞれ考えてそうな感じなんで楽しみですね。さあこの4位グループ、近くにはバイクリポート服部アナウンサーがいますが、どんな状況でしょうか。あ失礼しました、無理だそうです、はい、
さあ失礼しました。今前田彩里が再びまた前に出て、そして初マラソン32歳での挑戦吉川もしかし本当にこのままいきますと32歳のおそらくマラソンで日本最高というのが見えてくるわけですが、いや快走が続いているこの4位集団ということになります。まもなく松虫通りを抜けて阿鼻子筋に帰ってくるというこの4位グループということになります。少し今前田彩里が唇を湿らせた。これ福士さん、この辺りやっぱりしんどいんでしょうね。しんどいと思いますよ。あとちょっと一番後ろにいる時とかちょっとでも油断すると、ね、油断ってきますけど、ちょっとでも油断すると持っていかれたりとか離れたりするので、はい、誰がこの時主導権を取っているかにもよるんですけど、ぜひみんなが一人ずつ主導権を取って走ってほしいなと思いますね。今主導権を握っているのはやっぱり前田彩里さんですね、はい、ただ後ろについている吉川さんは 1500m から、ね、3000m 障害のトラックで活躍する選手ですので、スピードっていうの部分では本人も自信っていうものはすごく持っていると思うので、はい、そういったのを虎視眈々と狙っているっていう部分ではあるとは思います。さあ間もなく 40km の関門ですが、今通過していきます。2時間13分30秒ということですから、この大会記録のペースでこのデッセ選手は走っていると、そういうことになります。相変わらずこのフォーム余裕度、高橋さんどうご覧になりますか、デッセ選手。そうですね、先ほど野口みずきさんがお尻を使って走っているっていうふうにね、はい、おっしゃっていましたけれども、本当にこうしっかりとそういった大きな筋肉を使うことによって、効率のいい走りっていうものを生むんですよね。重いのかなって思ったんですけれども、そういったパワーのある走りっていうものがやっぱり特徴だなというふうに感じます、はい、さあそしてこのエッセイ、それから姿勢を追う安藤です。そんなに大きく崩れてないですよね、うん、顔もさっきからずっとこんな感じなんで行ってますね。行ってますか、はい、ガンガン行ってますね。まだ諦めていません。さあ40キロの通過、はい、千葉さんどうぞ。こちらバイクですけれども、安藤選手大きくやっぱり崩れてなくて、ただ足には疲労が来ているので少し歩幅が狭まっているような、そんな状況なんですが、はい、気迫というのはもうこちらまでビンビン伝わってくるような諦めない姿勢というのが本当に素晴らしいですね。彼女は人との出会いがあって変わることができたと、その感謝の気持ちを走りで伝えるために何としてでもマラソンでオリンピックに行きたいんだ、そんな思いを持って最後まで諦めずに頑張っている、そんな安藤選手です。ですから先ほどの福士選手の見立てと、まあ、ほぼ同じで、もう少し歩幅はただ少し狭くなってはいるけれども諦めていないという、ただ後ろから来るということを怖がらずにどんどん前に行って、まあ、行ってんですけどね、ああ2キロの関門だった。でもこうやった泥臭いというか、こう粘り強さっていうのは一緒のチームだった福士さんがどんなにやっぱりこう苦しくても頑張っている姿を、泥臭く練習を積んでいる姿を見て、テレビを見ている福士さんはすごくこう華やかでこう強い選手だけれども、陰ではそれだけ努力をしているんだっていうのを見たことによってすごく力になったって、多分その受け継がれたものっていうのがここに出てると思いますよ。なこと言ってたの、いいね、あのちゃんいい子だね、給水しっかりとって、もう一回行ってお願い、頑張れ。さあその給水最後の踏ん張りどころ、どうでしょうね、このまま行くか、4番だから過ぎてると取らなかったかな、ひょっとしたら取らなかったよね、安藤は取ってないです ね、そのまま取らずにフィニッシュまで行くようです。元気だね、はい、いや余裕がないのかもしれない、そういうことかもしれない、渋井さんは余裕がないという見方ですか。腕上げれないぐらい余裕がない時は取らなかったり、そうなんですね、もありますけど、最後の厳しいところを今ね迎えているというところですね。どっちだろうね、厳しいと思いますよ、多分もう本当に今一歩一歩戦っているような状態だと思います、はい、戦ってる。さあそして後続の方ですがどうなっているでしょうか。こちらが目まぐるしく順位が入れ替わっていますが、また再び前田選手が前に出ました。そしてこれを追って上杉選手、そしてこのグループの3番手に吉川選手ということになりますが、この辺りが本当に熾烈になってきました。渋井さん、激しいですね、本当さっきから先頭が変わってますね、そうですね、さっき上杉ちゃんいましたね、はい、今まだバチバチです、
このグループの2番手、これ今4位グループになっていますが、日本人の順位でいうと前田選手が2位、そして上杉選手が3位、吉川選手が4位ということになります。ですから前田選手の MC チケットがいよいよ現実味を帯びてきました。そうですね、でも今もしっかりとタイムを自分で見て計算をしながら走っているということでは MGC を頭に入れて走っているんだと思います。それだけやっぱり冷静さというものはあると思いますしね、まあ、やっぱり育児をしながら寝る暇もなくっていうところではもう精神的にもものすごくタフになったところっていうのでは、はい、強くなって帰ってきたなっていう印象ありますね。さあこういった MGC 争いも注目ですが、まもなく先頭グループ、先頭ランナーが1キロを吹っ切っています。それでは1号車最後の追い込みお願いします。先頭走りますエチオピアのヘブンハイルデッセ、2番手から追い上げていくメセレットゴラシセイとはもう1分近い差が広がっています。さああとはこのデッセがどういった形で締めくるのかというところになりますが、まあ、デッセの方もね3分30秒1キロごと超えるような形で苦しい走りには最後なったんですよね、はい、動きの方も鈍くなってきましたからね。いやただ、前半は結構後ろを振り返ったり無駄な動きが多かったんですけど、ここに来てもう自分のゾーンに入っているというか、もう後ろは全然気にせずもう自分の中に入っているので、あと1キロという看板を見てもうここは上げていくだけなのでもうそのまま行きますね。エチオピア勢の2人が強さを見せたということになりましたが、ただエチオピアでこの後オリンピック代表を目指すのであればやはり最低でも2時間17分から18分を目指していかなければいけないということにはなってきます。ですからまたこのデッセ、姿勢あたりもさらに上を目指していかないといけない中で世界のレベルの高さを我々は痛感しますね。そうですね、特にこのアフリカ、ケニア、エチオピア勢っていうのは本当に狭き門なんですよね、そんな中で自分の自己記録をしっかりと超えようと挑戦したことは本当に素晴らしいと思います。ここ数年一気に高速化そしてレベルを上げている世界のマラソン、その流れは当然この大阪にも押し寄せてきました。3年ぶりに海外招待選手が戻ってきた今年の大阪国際でしたが、今年は海外勢が強さを見せる大会となりました。30キロまでは3人での並走、競り合いがありました。安藤もそこまではついていきました。しかし32キロ過ぎで一気に勝負を決めたのはエチオピアのヘブンハイルデッセでした。改めて野口さん、今日のこのデッセの走りいかがでしたか？はい、常に、先頭の方で走っていて、チームメイトの姿勢選手と共に、引っ張り合いながら目標に向かって頑張って走っているところは素晴らしいので、このあとですね、またちょっとオリンピックだったりいろんな高い目標を掲げているのでそこへ向けてまたこの走りを生かしてほしいと思います。ハイペースで押しながら30キロを過ぎて仕掛ける勇気、一発でスパートを決める強さ、これが世界の強さ。エチオピアのヘブンハイルデッセが新コースの大阪で新たな歴史を作りました。3年ぶり海外招待選手の3年、日本勢の前に立ちはだかったのはこのエチオピア勢でした。ヘブンハイルデッセ、エチオピアの24歳、30キロからの仕掛け、そして32キロからのスパート、これが世界基準という走りを見せてくれました。最後は少しペースは落ちましたが、それでも21分台の前半です。エチオピア勢は4年ぶりの優勝ということになります。ヘブンハイルデッセ24歳、エチオピア勢見事に優勝を決めました。良かったですね、いや特に30キロからの仕掛け3分5秒まで上げましたね。いきなり上がり、まあ、これが世界なんでしょうね、はいはい、いや日本勢の前に立ちはだかったのはもう一人このデッセとそして姿勢、はい、まあ、この走りも今この姿勢が入ってきますが、はい、もうお互いがね先頭に立って譲り合いながらペースを上げていくという有森さん、そういう走りでした。非常に冷静に沈着戦ってますよね、賢く戦ったレースだったなと思います、
お互いに。お互いが、お互いのことを信じて、そしてペースを上げていって、まあ、この姿勢にとっては、まあ、去年2度2時間20分台をマーク、まあ、ですから21分台22分になろうというところ、はい、やはりこれは日本記録も狙える速いペースになりましたからね。そうですね、まあ、こういった選手にね、本当に最後までつけれるような日本選手が、はい、まあ、今日は無理だしだけれども、これから生まれてくると信じてます。これが世界の力、日本勢と戦っていく壁となる存在、メセレット・ゴラ姿勢、2位でフィニッシュです。そしてその後に日本人1位で安藤が、現在日本人1位、今安藤が見えてきました、はい、頑張りましたね。でもね、はい、2時間21分36秒安藤の持つ自己ベスト、6年前に打ち立てたこの初マラソンのこの記録を乗り越えたいというマラソンでした、まあ、本人がね、追いかけてきた6年間っていうのは本当達成したかったと思うんですけれども、まあ、今回はあの惜しかったです ね。でもこれは非常に次の力になると思います、はい、離れてからも諦めなかった安藤の勇気、そして意地、執念のフィニッシュということになります。2時間22分58秒自己ベストには届きませんでしたが、日本記録ペースに挑んでいったその安藤の勇気を有森さん称えたいです。そうですね、まあ、本当にまあ、ご自身はね、本人はちょっと悔しいかもしれませんけれども、決してこのレースが彼女の力がなかったことではなくて、すごく成長したとともに次につながるものを見出せた素晴らしい大会、レースだったと思うので、次に、ね、活かしてほしいと思いますね。マラソングランドチャンピオンシップの出場権はすでに手にしています、はい、その中で次につながるレースができたかという安藤由香、そしてその後ろ上杉真央、上杉選手来ましたね。上杉も日本記録ペースで行って一度離されたんですが、そこから粘って、そして集団を引っ張るというこの上杉の走りです。いや、まあ、先頭の、ね、スピードにあれだけついていって、あれから落ちていったらもうそのままずるずる行くのが、まあ、通常ですけれども、まあ、そこからね、第2集団にしっかりついて最後引っ張るという、もうこの粘りと強さはものすごく吉川選手、上杉選手は、ね、これからのものになったと思います、はい、日本人現在2位が上杉、その後ろ3位に日本人3位吉川、初マラソン、その後ろから4位で4年ぶりのマラソン前田彩里、この辺り日本人2位はまだこれどうなるかわからないかもしれません。タイム24分台ですからね。そうですからね、まだ、どれだけハイレベルになったかっていう、もう素晴らしいレースを展開していると思います、はい、その24分台、初マラソンの吉川が現在日本人3位です。日本代表日の丸を目指して戦っているこの吉川、その前に上杉、さらには前田彩里というこの3人、さあ誰が日本人2位になるかという中で競技場に入ってこようとしています。上杉真央、上杉真央選手が見えますね、その後ろからは吉川、はい、さらには前田彩里、前田選手も、さあどうか、日本人2位に吉川が詰めてきている、上杉粘れるのか、吉川その後ろから前田彩里、この辺り日本人2位の争い、今ちらっとビジョンを見て上杉が現在日本人2位、その後ろから3位で吉川由美だが離した、その差は離した、最後はサングラスを取ってパリこそ私、その挑戦は続いていく、上杉真央日本人に何とか粘り抜きました。そしてその後ろから吉川由美、初マラソンで25分台、さらには前田彩里、旗になって4年ぶりのマラソン、マラソングランドチャンピオンシップ出場、そして次すぐまだ入ってますね。そうですね、はい、この後池田ですね、池田千春、これが6回目のマラソン、はい、2時間26分50秒が自己ベストですから、そこはもうクリア、自己ベストクリアですね、はい、マラソングランドチャンピオンシップの出場権も手にします。笑顔です、安藤由香と同学年の29歳、苦労人、その後ろから、あ、これが2度目のマラソンの大東優奈、さすが天満屋、自己ベストを大幅に更新してきます、はい、池田千春マラソングランドチャンピオンシップ出場、笑顔でのフィニッシュ、そして大東優奈2時間36分台の自己ベストから10分近く自己ベスト更新、いやー MGC 出場権獲得、さすが天満屋、いや、まあ、これだけ明快なものができると、こんなに選手一人一人が強くなっていくんだなっていう、もうその姿を今日見せてもらったような気がします、はい、さあそしてその後ろから竹山が座るとこないですか、今後ろ来てますかね、入ってくるかというところなんですが、はい、ただ安藤由香です ね、ちょっと悔しそうですね、はい、MGC 出場権大東優奈までここまでが、まあ、取れたと
ということになってね、日本勢、27分を切るペース、はい、MGC がこれで、そうですね、何人増えたのかな、新たに4人ですね、4人増えたんですね、吉川、前田、池田、大東、はい、この4人、まあ、これで26人に MGC も獲得した選手が増えたということですね、はい、新たにですからね、はい、増えたということになります。マラソングランドチャンピオンシップへ安藤優香、確かな手応えを得たこのマラソンとなりました。放送席、こちら優勝されましたヘブンハイルデッセ選手に大阪陸上競技協会の松本正義会長よりオリーブの冠が授与されます。おめでとうございます。続いて花束です。松本会長ありがとうございました。デッセ選手優勝おめでとうございます。30キロ以降からぐんぐんペースを上げてのフィニッシュでした。いかがですか。アシャンナシウンコンダセアリシガサラサーキロメートルボーラフッタナテイヤチャンマルシイヤチャンマルシアフンチャラリウルドルシンチャラシムナイナツメートのアフンユミサンマシとても嬉しいです。優勝することができて。それでは今後の抱負も教えてください。이오라피드알라마문든노이오라피드알라마마아셴나피마호니테샤르사아트메로이테샤르사아트메로사아트마샤샤가치そして自分のタイムを更新することです。ありがとうございました。優勝されましたヘブンハイルデッセ選手でした。おめでとうございます。ご覧の表情の優勝したヘブンハイルデッセ選手、いや見事ですね高橋さん。そうですね、またここからどれだけ強くなるのか、これまでの伸び率を考えると、はい、本当に日本のこれからのライバルになる素晴らしい選手だと思います。ですからやがてパリではこういった選手たちと福士さん争っていかないといけないというね。なるほどなるほどあの人たちと競っていくんですね。そうですね。あとこの人たちなんかまあ苦しそうじゃないよね。苦しいんですけど、あのまだまだ伸びしろがあるっていう感じなんで、はい、あの日本人選手もじゃんじゃん伸びしろがまだまだあると思うんで続いていってほしいですね。渋井さん、この表情をどうご覧になりますか。もう本当やっぱ優勝っていいですね、まあ、爽やか本当に本当そうですね。そしてそうですね、まあ、ご覧の晴れやかな表情を見せていますヘブンハイルデッセ選手。いい、さあそして日本人も安藤選手を先頭にして次々とゴールしました。 MGC を出場権獲得した前田彩里選手もそうですけれども、勝負に出たレースとなりましたよね。はい、安藤選手、上杉選手のね、あのハイペースで走った体への刺激を感じただけでもかなりあのいい経験をしたと思います。そうですね。さあどうやら日本人1位の安藤選手の話が聞けそうです。続いて日本人トップでフィニッシュ安藤優香選手です。安藤選手お疲れ様でした。ありがとうございました。今の率直なお気持ちを教えてください。まず今日はたくさんの応援をしてくださってありがとうございました。この舞台に立てたのも皆さんのお支えがあって立てたので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。レースは前半しっかりこう強い選手の力を借りてこう流れに乗って走ることができたんですが、30キロ以降でこうついていくことができずに自己ベストも更新できなかったので悔しい気持ちでいっぱいです。安藤選手の粘り強い走りにたくさんの方が感動をいただいたと思います。大阪の声援というのはいかがでしたか。最後まで本当にたくさんの応援をいただいたのでしっかり前を向いて走ることができました。本当に力をくださってありがとうございました。次は MGC 本大会を見据えていると思います。最後に MGC そしてパリオリンピックへの思いを教えてください。今日の悔しい気持ちと課題をしっかり次に克服して MGC ではパリオリンピックへの切符を取れるように一から頑張りたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。日本人トップでフィニッシュ安藤優香選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。
という安藤選手の声でした。さあそしてこの安藤選手の後ろでゴールした各選手のインタビューが入ってきています。それでは池田選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。 MGC 獲得になりましたけれども、今のお気持ち聞かせてください。はい、はい、去年やっぱり去年の名古屋ウィメンズマラソンでタイマー切ったんですけど、7番でやっぱすごい悔しくて、で北海道マラソンも直前で転んでしまってスタートラインつけなかったんで、今日は絶対ワイルドカードで MGC 取るんじゃなくて着順で絶対 MGC 取りたいなって思って走りました。 MGC に向けていい弾みになったんじゃないでしょうか。これからに向けて一言意気込みお願いします。はい、MGC を、取って満足するのではなくて、これから MGC で勝負できるように、パリオリンピックに少しでも勝負に行けるような位置に近づけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。池田選手でした、はい、ありがとうございました。という池田千春選手のインタビューでした。宣言通りワイルドカードではなく順位で取りましたね、 MGC のチケット。そうですね、本当に成長を見たそんな姿だったと思います。さあそしてどうやら安藤由香選手の声をヒロインエリアで聞けそうです。準備が整いましたらそれでは聞いてみましょうか。はい、こちらには安藤選手、そして有森裕子さん、野口瑞希さんがいらっしゃいます。今安藤選手到着されました。安藤選手お疲れのところありがとうございます。ありがとうございました。有森さん、今日の安藤選手の走りどう見ましたか。いや、まず本当にね、お疲れ様でした。ありがとうございました。いつもよりは緊張がいい感じでなくてすごくいい入りだと見えたんですけど、どうでした。いや、本当に緊張はしてたんですけど、すごい支えてもらってる人から落ち着いてこう走れば大丈夫っていう言葉をいただいたので、それをずっと胸に落ち着きながら、ペースメーカーさんがすごくいいペースで引っ張ってくださったので本当に胸を借りて走ることができて、本当前半は本当すごく気持ちよく走れました。とてもいい位置取りで走ってたと思うんですけど、走りは前半は走りやすかった。はい、すごく本当に乗れて走れていたので、本当にもういい感じで走れてました。もう本当に2時間19分っていう記録にも挑戦しましたし、自分を超えるっていうことに果敢に挑戦した走り、本当にワクワク見させていただきました。ただ後半はやっぱりちょっときつかったね。どうでした。30キロでやっぱりついていけなかったのは本当自分の弱さですし、やっぱりまだまだその課題はたくさんあるので、しっかり MGC に向けてもう一回準備し直して、しっかり出直していきたいと思います。課題があるっていうことはすごくいいことだと思うんで、ネガティブは味方に、ネガティブを味方にすることって大事だと思うので頑張ってください。ありがとうございます。30キロからあれだけ上がっちゃうって思ってました。いや、ペースは上がると思ってたんですけど、やっぱりそこでこう自分の中でちょっと引いてしまったというか、やっぱり弱さが出てしまったので、気持ちが引いちゃった、足が動かなくなったっていうのもどちらかとあるのかな。なんか思い切っていこうっていうのはあったんですけど、こうやっぱりこうついていけなくて悔しいです。じゃあ次は思い切ればいいっていうことだよね。はい、すごい。朝ごはんの時にたまたまねレストランで会って死に物狂いで頑張ってって言ったらちょっとプレッシャーになっちゃったから、いやもうずっとその言葉を思い出して死に物狂いでつかなきゃって思ったんですけど、やっぱりまだまだ自分の本当に弱さというか、ちょっとね課題は見えたかもしれない、見つかっちゃったかもしれないけど、でもねさっきも言ったようにそれは本当に次の自分への本当にプラスになることだと思いますし、このことをやっぱり糧にして負けずに世界と戦うことをもっともっとイメージして頑張ってほしいなと思います。はい、でも本当前半本当に支えてもらってる人のおかげでいい感じで走れたのは本当に自分の今日の良かった点ではあるので、それをこの最後まで続けられるように頑張りたいと思います。本当に安藤選手これからも頑張っていただきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。という安藤選手の表情をご覧いただきました。奥村組
スポーツスペシャル第42回大阪国際女子マラソンはヘブンハイルデッセ選手の優勝、日本人1位は安藤由香選手という結果になりました。またこの大会では新たに4人が MGC 出場権を獲得しました。また佐藤選手ですがホテルに戻って病院に向かったということです。途中転倒があった佐藤選手はホテルに戻って病院に向かったということです。残念ながら目標に届かなかった選手、届いた選手、結果の満足は人それぞれかもしれませんが、全てのランナーの皆さんの健闘をたたえてお別れしたいと思います。高橋さん、渋井さん、福士さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ドキドキはしてました。結構今年も序盤からハイペースで記録への期待も高まっています。食らいついていく走りができている安藤由香、ペースメーカーの後ろ虎視眈々、まずは冷静な序盤走り、世界のトップレベルの相手に安藤選手は好走を見せているということになっています。エチオピア勢の2人がここでスパートなのか、この苦しい場面の粘りを発揮できるかどうか。ヘブンハイルデッセ24歳、見事に優勝を決めました。離れてからも諦めなかった安藤の勇気、そして意地。安藤の勇気、そして意地、執念のフィニッシュ。